皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。今日は雨が降ったり止んだりを繰り返していて、はい、でちょうど俺が来るときはワイパーするとちょっとなんか別にしなくてもいいし、でもワイパーしないと信号待ちの時とかにフロントグラスが濡れて、まあ運転しづらいかねみたいな、はい、だから時たま手動でワイパーを動かし水滴を取ってで前をきれいにして、しばらくするとまたちょっと気になるなと思って手動でワイパーを動かしぐらいのペースの雨が降ってたりとかして、まあまあの混み具合だったんですよ。で俺がスタジオに来たのが7分前だったんですけども、まあ誰も心配をしないってどういうことっていやそうですよね、うん、まあちょっとね、はい、まあ、50分過ぎたあたりから、はい、おやって思ったんですよ、うん、一瞬で、どうしようかな、ワクワクさんに言おうかな、大丈夫ですかね、今日雨ですしって言ったんですけど、はい、うんうん、まあ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 大丈夫だろうなと思って、あのさ、ほんと7分前に来たのさ、はい、でスタジオ入ったんだけど、みんな誰もバタバタした感じとか、例えば、はい、玄関の前で来るかな、はい、来ないかなみたいなムードとかだったら申し訳ないなと思ったけど、はい、いつも通りだったのね。はい、どういうこと？いやいやいや、その RCC としての危機管理はどうなってんの？違う、7分前ですよってことですよそれはあなたが言うことじゃないです。いや、こちら側から言いたい、俺本当に俺の気持ち分かってもらいたいんだけど、うん、よく中学生とかの不良がいるじゃないですか、うん、で不良の方はね、はい、お父さんやお母さん、あと学校の先生、友達、地域の皆さんとかに、はい、いっぱい SOS を出してんですよ。もう俺を救ってくださいって言ってでそれを受け取らなかった地域の方とか友達、先生、うん、親とかがどっかでそういえばって思うタイミングがやっぱあるはずなのよ、うん、で俺はもうずっとと番組スタートから SOS を出してる、4500回出してる、誰もこの信号を受け取らないから俺下手すると放送が始まって7分後とかに来るようになる、ダメです、絶対にダメです。またいつぞやの音質の悪い電話中継を行うことになりますから、もう二度とごめんです。焦った、すげえ焦った。今日ですか、うん、ああそんなに混んでましたか。まあでもいつもの 1.2、3 倍ぐらいの感じ、ものすごい混んでるって感じじゃないのよ、はい、ものすごい混んでたら言い訳も聞くじゃん。確かに。とか自己渋滞があってとかって言うと、うん、みんなも連絡さえすれば、はい、慌てずに来てくださいねとか、気をつけて来てくださいねとかって、はい、ほら言いようがあるじゃん。だけど普通にちょっとだけ遅いっていうのがそうですね、言い訳も聞かず、聞かないの。そうですよね、よくある東京とかでも、パターン、はい、ほら事故で電車が止まってますとかってなると言いやすいじゃん、はい、止まってたんですよとかって言うけど、はいはいはい、自分のちょうどすごい待って、はい、すごい待って自己渋滞とかで、はい、乗った後からすごい普通っていう時あるじゃん、はい、ノーマルに戻りました、はい、みたいな時に、いや、JR が止まっててとかって、いや動いてましたよっていう人がいるじゃない。いや、その前は、いや、そうかなみたいに、なんかああいうムードになりつつあったの。はいはいはい、戻りそうだったわけですね。やばい、これやばいと思って、でまあ9分前ぐらいに駐車場に入ったの、はい、だからちょっと落ち着こうと思ってタバコ吸ったりとかして、なんでそこで落ち着くんですか、だからちょっとシラクのグッドラックでも見ようかと思って、はい、やってますからね、 TBS シラクのグッドラック、はい、すごいぞ、まあ低視聴率もの限りね、もうすぐ、もう多分あれ飛行機だったら民家に当たりますぐらいの高さで飛んでんのね。すごいすごい低さで飛んでんだけど今日とかもうしょうがないと思ったんだろうね、はあ、半沢直樹オープニングから40分やってたからね、もうこれ半沢直樹じゃんと思ったよしかも40分ってよっぽど、うん、あと10分ぐらい経ったら本編が終わるからねすごいんだよすごいですね、考えることが斬新な。あんたんとこのゴールデンタイムじゃん、まあ、ある意味朝の、みんなが見てるわけじゃん、うん、で世の中でどんなことが起こったかなみたいなことが見たいわけじゃん。気になります、あの時間って、あんたんとこが見せたいのは半沢直樹だったのかっつって、
思うぐらいで、大和田さんが坂井雅人の上に乗っかって、はい、で土下座しろ、幹事長に土下座しろって言ってた第9話の最後ですよ。あれを何土下座と名付けますかっていうのを白木さんに振ってた。いやー、それはまた困りますのんきな曲だね。TBS と思って、地方局の苦しみを知れとかって。朝からの好きですね、本当ね。で白木さんが言ったのが、昆虫の交尾っていうか、しし。朝からそんな朝だったのに、はい、のんきだなとかって思いながら、はい、そう思いながら7分前になっちゃった、はい、そうです。いやでも、はい、あのリスナーの皆さんも、はい、コロナのその強敵にね、うん、相対してますけども、はい、いろんな日常を送りながら楽しみを見つけているんだなと思ったことがあって、はい、今日はゆうの猫、うん、おはようございます。おはようございます。コロナの影響で最近手紙を書くことが多くなったけれど、いまいち大人っぽく綺麗な字が書けないので、はい、本屋さんで編集時の本を買ってきて字の練習をすることにしました。はい、毎日練習して上手くなれるといいなーつって、うんうん、私もしました、自粛期間中に。本当、はい、NHK のペン字のテキストみたいなのを買って、はい、でそれでペン字をこうちょっと練習してみて、はい、でも結構なんか、なるほどこういう風に書けばいいんだと思ったら、うんうん、確かにちゃんとちょっと字が綺麗になるんですよ。ちゃんと書こうと思ったら。ああいう時は NHK だね。俺たちが使ってるアクセント字でも NHK だから。そうです。そう、 NHK のこう習い事シリーズ、あと災害対応マニュアルみたいなのが NHK のが参考されてるっていう。ああいう時はNHK だね。いや、そんなことないです。RCC も頼りにしてください。ちょっとやっぱ変わるんですよね、うん、自分の中で、ああこういうコツがあったんだっていう、うん、字が綺麗な人って、はい、確かにこここうなってるなっていうのが結構いっぱいあって、うんうん、へーって思いました。あれ俺さ、簡単に言うと、はい、まあまあ字綺麗だと俺は思うの、自分のこと、はい、で書道もやってたし、で意外と気をつけて書いてたりとか、はい、するので、まあまあその笑われるような字じゃないとは思ってるの、はい、あれ猛烈に下手な人いるじゃん。猛烈に、はい、あれある意味すごいよね。なんか議員さんとか、うん、すごいこう大スターとかが、あ、分かる、こうなんかフリップをポンって出した時に、うん、ちょっと字が、あれって少年のような字だなと思ったら、はい、あ、ちょっとがっかりしちゃう。がっかりする。何にも悪くないです、何にも悪くないのに、うん、なんかわかんないけどもやってする。この間も菅さん、岸田さん、はい、で、あの人だと石破さんが、はいはいはい、あのもし自分が総理になったら、まあね、はい、あの自民党の総裁になったらっていうことで、はい、フリップとか書いて出したけど、全員大して上手くないんだよね。で石破さんとかが子供みたいな字なんです、それこそ。おーた時に、はい、なんか違う。俺たちが思う政治家像。だってあの名将、はい、野村克也さんとか、はい、もう書の先生が逃げるぐらいうまいんだよ。へえ。ビッグもある意味書いてある字が読めないんだけどっていうぐらい、でもすごい綺麗なの。なるほど、うん、書みたいになるんですね。なるの。へえ。でもそうあってほしい。そう、そうなんだから、そう、あ、そうか、余暇でこういうことをされてんだ、はいはい、とか、なんかそういうのが見えて、お前余暇何やってんだって言いたくなるじゃないのって。そうなんですよ。だからカープがその優勝した時に、うん、アニヤさんに日本一 T シャツの日本一っていう字を書いていただいたんですけど、はい、その日本一がものすごくかっこよくて達筆で、うん、さすがだなって。アニアさんはだってあれをヒゲで描いたからね。ヒゲで描いてないです。なんで先っちょに墨汁つけますか。ヒゲで描いたから。アニアさんは描いてない。ある意味だから顎で描いた。逆にすごい。だからすごい、ある意味本当の日本一。てかまあそうですね、ナンバーワンではなくオンリーワン。アニアさんってさ、はい、ほらカープが優勝します、優勝しますってもう絶対言うけど、はい、ほらクライマックスシリーズが今まであったからさ、ええ、いつも逃げてたのね、はい、あの淀川中春さんっていうさ、映画評論家の方がいらっしゃって、はい、でいい映画と悪い映画
ほら自分の番組の紹介の時に、はい、今からこの映画を見てもらいますとかってやって紹介して、はいはい、で終わってからちょっと解説するのね、でその時にいや本当って本当に映画っていいもんですよねとかつって、はい、っていう時はいいんだって、うん、本当に自分もこの映画面白かったと思ってるんだって、はい、いや映画って本当に興味深いもんですねとかって言うとつまんなかったっていう、なんかそういう隠語みたいなのがあるの。なるほど。で映画評論家の方々にはそういったのがいっぱいあるの。俺は仕事上それを認めなきゃいけないけど面白いと思ってないよとかっていう、それ視聴者になんとなく遠回しに分からせてくれるようにしてくれてたの、でこれは俺たちもザ・横山裕二賞とかで映画のキャンペーンとかあった時に、まあまあ意外とするの、そういうの絶対褒めない。いやーでもすごい豪華キャストでしたよねとか褒め方が違うの。逃げるんですね。そう、あの料理屋さんとか行っても、はい、食レポした後に、はい、なんかあれですね、地産地消の新鮮な食材ですよねとかって、でも調理を褒めないみたいなことをするんだけど、はい、アニアさんとかね、あ野球評論家の方とかも、はい、ああいうのがいっぱいあんのね。でアニアさんはいつも日本一っていうの、はい、あれはクライマックスがあるからだだからリーグ1位とは言わないんだよ。だから3位でもいいよなってんのそうですね、クライマックスシリーズがありますから、ね、言葉のトリックなのでもそしたら今年はね、ちょっとクライマックスシリーズもないですアニアさんにとってはこううっていう、いやそうだよ、だからアニアさん今年、はい、意外と死活問題である下手したら下から1位っていうかもしれないアニアさんの口からだけは聞きたくないですねだって午前様月曜日のオープニング、はい、最近ずっと聞いてるけど、暗いなアニアさん暗いなと思って。そうなんです、週末ねカープどうだったかなで月曜日のアニアさんのテンション変わりますから、それは本当にカープには頑張ってほしい。前はさまだ元気だったからその弱いなりにぼやいてたじゃん、もうあんまり最近ぼやかないもんねもうぼやも起こさない。いやでもアニアさんが解説をされる日は、うん、結構4時間とか長いゲームが多いみたいなんですよ、うん、だからかなりお疲れなの。カープも急いでやれよ、じいさんが解説してるんだぞお元気です、まだまだカープのこととなるとね途端に元気になりますからいやだってさ、はい、この働き方改革とかってずっと言われてたじゃない、だけどコロナになってからはその働き方改革のまた先、テレワークだったりとか、あとは来なくていいですとか休んでくださいとか、この時期に有給を消化しといてくださいみたいなこともいっぱいあったりとかするけど、アニアさんのあのカープが強い時のさあいよいよ優勝しますよとかいう時の勤務、あれもうなんか尋常じゃないよね。びっくりした。 RCC がやってることって牢状とかさ軟禁とかもうそういうの近いもん。だって朝から深夜の特番までアニアさん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 って言って、もうもうあれだったらアニア部屋とか作ってやってほしいよね選手を呼んでねアニアさんちょっと休憩をって言いながらで必ずそこにドクターがいたりとかね、はい、点滴が準備されてたりとかそこまでじゃないです。アニアさんそれ腕に刺せるの流動食みたいな間違ったいやアニアさんとってる点滴はお酒ですから、うん、あそうお酒とパチンコで違う球を打ち出すからね続いて原坊さんです、はいはい、昨日車から降りるときに初パチ静電気が来てしまいましたと。雨が降っていたのに今季初の静電気を感じました、うん、そしてお化粧を落とさずにうたた寝していたら顔がパキパキに突っ張って乾いていました。秋ってがっつり来てるんですね。来てるよね、うん、俺最近ね、はい、あの乾燥してるじゃない空気が来て、そうですね、ね、はい、まあ来てます来てますって今言いかけてなんで今ちょっとマリックさん的な空気が乾燥してます来てます来てますまあ、マリックさんみたいなことしましたけど、今日サングラス外してくださいよちょっと大きめになっちゃった。ハンドパーマちょっとやめてください。もうでかくわーきたきた喉が渇いてさ、あ寝てて、ええ、目が覚めるよね。なんか喉がピタってなるの。あそうですね、うん、確かに咳込んだりしますよね、うん、でさ不思議なものでさ尿意を催して目が覚めるのよ。はい、トイレ行きたいなと思って目が覚める、起きる、うん、でトイレ行く、でもう喉がピタッてもう乾燥してるから、うん、であこれ水飲まなきゃと思ってぐらいカラカラなの、うん、水飲む、
俺今出して飲むってなんだって、なんか体の中の水分量を補給するみたいな、出したからこそ飲むっていう、どっちなの、潤ってんの乾いてんのみたいになるんだけど、はい、本当にびっくりするぐらい乾燥してるよね。そうですね、うん、まあね、どんどんこう湿度もね、はい、変わってくる、ね、いや今日は多分その雨が降るから、はい、潤ってると思うよ、うんうんうん、ただ昨日の夜も少なくとも俺は喉が渇いて水を飲みに行ったからね、寝てる間に。私も昨日洗濯して、うん、で雨降りそうだなと思ったんで乾燥機かけたんですよ、うんうん、もちろんパッチンパッチンで、ああ痛かったです手が。へえ、うん、普通はパッツンパッツンだったんですけど、パッチンパッチン、パッチンパッチンでした。パッチンパッチン、そういう言い方、カメラさんは肌が張ってる時はパッチンパッチンっていう言い方。はい、静電気ってね、うんうん、パチンって言うじゃないですか、はい、パッチンパッチン、パチンってきたとかピチッときたとかじゃなくてパッチンパッチンでしたよ。まあ人にはね、はい、そのいろんなことがあるもんね、言い方とかがね、言い回しとか、自分なりのね、そう、はい、オリジナリティってあるじゃないですか、はい、だって今日も朝来たらね、うん、そのバイトちゃんがさ、はい、マスクしててさ、うん、いつもからかうんだけど俺7分前に来たからあんまからかえなかったの、でスタジオ入ってきて、でバイトちゃんがコーヒー入れてくれて持ってきてくれたから、うん、ああと思って、お前俺に今日挨拶したとかって言って、うん、そら、はいとかって、したっけとかって、はいとかって言ってて、したかなとかってからかってたら、バイトちゃんずっと俺の原稿踏んでんの踏んでるよ、原稿を踏んでますって、はい、お前踏んでるよと、はい、でそのまま微動だにせず、あーとかないの、はい、すごいです、芯がしっかりしてます、自分の中に確固たるものがある。そうなの、オリジナリティだろ、オリジナリティ全然気にしないの、そういうこと、それがアイデンティティ、うん、お前にとってはそれは大変なことかもしれないけど、私にとってはなんてことないことだからっていうしかも人の原稿ですし私痛くも痒くもありませんしみたいな。そうですね、くしゃっていう音がしてましたもんね、足元で俺さ本当かっこいいと思ってそう、俺ああいう時すごいちっちゃくなっちゃうの、はい、あーすいませんとかって言っちゃうの、そうですよね、うん、そうだと思います、あそれが私が原稿を踏んでいるっていうことで注意をしようとするんですかみたいな多分午前様チームの中で一番どっしりしてると思います。そうだね、うん、一番プロデューサーっぽいそうですね、うん、どっしり構えて、なんかがあった時もまあまあって言ってちっちゃいことはいいじゃないですかと、うん、急ぐん、おい急いでいいことは何もないよって言いそうかっこいい見習うべきところはバイトちゃんにあります。バイトちゃんがさ、はい、その俺たちが喋ってるとリスナーは分かんないじゃん、はい、いつも変わってんだよね。そう、毎日違うんですよ ね、うん、で1週間のうちに3人か4人がローテーションで来るんだよ、うんそうです。だから週に1回ぐらいだいたい来るんだよね、順番がね、はい、だこのバイトちゃんこのバイトちゃんとかって言うけど全然毎朝違うんだよね、その週だよね、はい、うん、違います、違います。そう、今日のやつが一番どっしりしてるそうですそうです、あいつ威張ってるのミッチェル、ミッチェル、うん、ミッチェル、ずっと髪の毛真っ赤だったんだよね、はい、だ最近はちょっとビートルズみたいな、ビートルズ、ビートルズみたいなしてるの、黒い黒いね、ね、ポール・マッカートニーにハマってんだよね、うん、ハマってないね、小刻みにものすごく冷たい目で小刻みに首を振ってるんですよ。さっきもハルニーリーラブハルニーリーラブタッタタラララって言いながらコーヒー持ってきた朝からいい気分になりますね。で原稿踏んでから原稿だけは踏まないで絶対踏むことだけは忘れずに中入ったら一回踏まなきゃねみたいな、くちゃくちゃになりますからねあとはね、運動会、はい、規模縮小、おーゆうはるママ、明日は次男の運動会幼稚園なんです、はいはい、で今年はコロナの影響で時間短縮で2時間になったため演技競技を減らし、参加者も園児先生保護者になりました。うん、おじいちゃんおばあちゃん来賓の参加もできず、去年他の幼稚園に移動された先生に会えるのを楽しみにしていたのですが、その先生方も見に来れなくなりました。はい、ああなるほどね。人数の少ない運動会になるけれど、運動会ができることや子どもの成長を喜びながら親子でみんなで楽しみたいと思います。
どうか明日晴れますようにということ。そうですね、うんうん、こちらも運動会の話題来てますよ、はい、池深子さんです。明日は小学3年生の孫娘の運動会です。午前中だけでの開催ですが、やる気満々の有志を見に行ってきます、うん、さてその後の昼ご飯どうしましょうか。お弁当を作って家で食べるか、焼肉、寿司、すき焼き、いろいろ悩んでいます、はい、ちなみに早生のみかんは買いましたと。その運動会、学校によって、その幼稚園によって参加できる方も違うんですね、うん、そうだね、うん、今日はだから修学旅行、はい、東京は8割小学校中学校はもう中止になってるんだって。で残りの2割もどうしようか悩んでますみたいなことをやってたし、でもほら世の中はプロ野球がお客さんいっぱいになったりとか、はい、ね、とかサッカーとかも、うん、まあ、定員の半分だけどいっぱいにしたりとかするじゃない、はい、でもう前のガラガラ見てるからさ、いっぱい入ってんねみたいな。そうですね、思うじゃない。思いますね。で映画館とか美術館とかも今までと変わんなく入れてよくなったよと、一席一席開けなくてもよくなってきたよみたいな。徐々に世の中は進んでるし、 GoTo キャンペーンとか GoTo イートとかいろいろやったりとかしてるけど、はい、やっぱ足元を見るとみんなまだ自粛とか萎縮してんだよね。うーん、ちょっと怖いなっていう気持ちがある方も多いですから ね、うんうん、ね、だからなんか今本当にどん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 やろうとしてることと現実が離れていきつつあるよねみたいな気はするから、うん、だって野球見たらみんなやってじゃんって小学生中学校とか言うだろうけど、自分の修学旅行はできないってなるといけんじゃないの、ね、とかって。しかも楽しみにしてるイベントですし、うん、小学校の時の修学旅行の思い出って大人になってもやっぱずっと残るものだったりするから、うんうん、行かせてあげたいなという気持ちは強いですけど ね、なんと言っても難しい。例えばお父さんとかお母さんとかも、はい、できれば行かせてあげたいけどなーって多分思われてるだろうし、まあ、でもその中にも行かせてあげたいけど怖いなっていう方と、はい、行かせてあげたいから行かせましょうっていう人がいたりとか、うん、で多分文句言うのは全然関係ない人なんだよね、うん、あそこ行かせとるでって言って、ええー、この時期ねーって言いながら原稿踏んでますみたいな。お前そこ直せ人の噂話の前にそこ直せ、原稿踏んどるわさあ今日も皆さんの踏まれた原稿を大切に読んでいこうと思う午前様様、今日は木曜日、今日のメニューです。10時20分頃は映画音楽コーナーです。今週は天性の美貌を武器に上流社会の女たちに金を貢がせ、レースに生命をかける若きライダーの青春を描きました1982年公開の日本映画、角川春樹監督デビュー作、汚れた英雄をご紹介します。はい、これは10月の3日、はい、来週の土曜日ですけども、福山駅前シネマモードで行われます横山名画劇場横劇第28弾、はい、この作品をスクリーンで上映しますよということで、夕方6時半から、はい、で横山の解説もありますよということですけど、うんうん、今回は角川春樹事務所にも連絡して、はい、これやりますよっつって、でその後身を尽くし料理長がいよいよ最新作が10月の16日公開、はい、もう迫ってきましたからね。そうですね、はい、すぐそこですね、うん、今日は俺はあれですよ、某映画館で、はい、その身を尽くし料理長のフィルムが届いたので、はい、テスト上映するんですよ、はい、お客さんに見せるために夜中に映画館って一回回してピント合わせたりとか、はい、明かりを調整したりとかするの、そこに行って見せていただくという。わー贅沢。だ俺だけのために行われるんです。すごく贅沢ですね。王様やってることがもう王様しかも公開前ですね。公開前王様自分の中だけで堪能できる、はい、今 DVD でしか見てなかったの、はい、だから角川監督から横山にはスクリーンで見せとけっつって東映から連絡が来て、で東映がすぐ動いてくれて、じゃあテスト上映にって言われたからもう王様、はい、うん、俺がいかに王様かっていうことを見せるために上映中裸になってやろうと思って裸の、しかいません、裸の王様見た見ました、はい、はい、汚れ、汚れて言うです、汚れてないです、汚れてないです怪我ない英雄とかでもないですからね汚れた英雄か汚れた英雄かで一番最初に迷ったんですよね汚れた秀夫じゃなくてよかったです英雄秀夫とも読めますからね。いや私草刈正雄さん、うん、今のイメージが強くって、うん、どちらかというとその世界の果てまでイッテ Q とかで出てる、はい、こうなんかこうコミカルな、うん、優しい方っていうイメージがあったんですよ、うん、かっこいい、むっちゃかっこいいんだよ
っごいかっこよかった。むっちゃかっこいいの。美形で、なんか美しさと強さと儚さを兼ね備えた素晴らしい俳優さんだなと思います。超ウルトラ金持ちのレーサーじゃない、設定が、で住んでる場所とか行くレストランとかホテルとかが描かれていくじゃん、あと洋服選ぶさ、ウォークインクローゼットとか、はいはいはい、あれはさ俺たちみたいな貧乏人には描けないよね。あれ本当のことを知らないとあれできないよね。だと思う。演出側も脚本も演じる側も知ってる人が関わらないと、うん、絶対あの雰囲気は出せない。出せないよね。じゃないと本当チャラくなるじゃん。あれがかっこいい。俺将来こんなイエスみたいとかって前田ハウシングに頼もうって思ってるとか。お願いしますね。なんか背伸びした感が全然ないというか、でも見ているこちら側はすごくこう憧れる、そんな映画だなと思いました。はい、はい、今日は素晴らしい映画でした。10時20分頃の映画音楽コーナー、汚れた英雄をご紹介させていただきます。はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議、今週はみんな大好き中華料理というテーマでお送りしています。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前さあそれでは行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方におつまみはもちろんお好み焼きに入れても最高、呉発祥のご当地珍味富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所氏名年齢電話番号をお忘れなく。さあそれでは今週の午前様会議のテーマ、みんな大好き中華料理にちなんで、今日は横山アナウンサーから問題です。はい、以前すごい昔に問題にしたことがあると思うんですけど、俺が宮崎に住んでいた時に、宮崎市内のど真ん中からちょっとだけ外れたところ、はい、まあ広島で言うと本通りから1本か2本外れました、はい、みたいなところ、はい、呉だとレンガ通りから1本か2本ちょっと外れましたみたいなとこ、はい、福山とかだと福山駅前シネマモードからちょっとだけ離れました、はいはい、みたいなとこ、商売もういいです。庄原の皆さんすいません、川村が止めちゃったもので、もういいです。なんとなくわかります。全県の皆さんにお届けしようと思ったんですけど、三好で言うと、ちょっと気になりますけど、ちょっとだけ外れたところに、四海楼、四つの海の楼は、なんとか楼、陽気楼とかさ、はいはいはい、気変に米書いて、はい、女書く。わかります。はい、四海楼。っていう中華料理屋さんがあって、で1階は普通に食べに行けます、はい、で2階からは宴会場になってて、だいたい宮崎でなんかでっかい宴会とか50人とか100人とかなると、お司会郎なら行けんじゃないのとか、中には結婚式する方がいらっしゃったりとかいて、まあ名物な中華料理屋さんがあって、はい、で平成の十何年とか二十何年ぐらいまでやってたらしいのね、うん、じゃあ10年前とかぐらいだと思うの。俺もずっと行ってないからどうなのか、司会楼どうなってんのって聞いたら、もうなくなったよって、いつ頃、最近だけどねみたいに言われたの。で子供の頃からずっと行ってたんだけど、はい、昭和40年代の後半ぐらいに俺たちが少年野球とか小学生とかやってた時に、はい、焼きそばが60円でチャーハンも60円、はい、でラーメンが80円とかで、瓶のコカ・コーラが100円だったのね。瓶のコカ・コーラが一番高いんですか？信じられないぐらい安かったの。はい。それで、亡くなったんだけど、寿司回廊は。亡くなるまで、焼きそばは100円だったらしいのね。じゃあ平成に入ってからも焼きそば100円だったってことですか？はいはい、うん、すごい。だからもう近隣の高校生とか中学生とかは、帰り自転車で行って、もう司会楼で焼きそばを食べて帰ろうやとか、そりゃそうだ、ラーメンを食べようとか、はい、チャーハンを食べようとかつって食べて帰ってたらしいのね、はいはい、で俺たちもそうやって使わせてもらってて、俺らの少年野球の父母会みたいな、お父さんお母さん
が決起集会を子供たちのために開きましょう、はい、という時は司会楼でやって、もうしこたま子供たちは食ってで大人たちはまあ信仰を深めてで最後子供たちがドカベンの歌を頑張れ頑張れドカベン山田太郎とかって歌って、さすが少年野球チームで今大会頑張れますね、お父さんもお母さんもよろしくお願いしますと、おー頑張れそういう会が、はい、父母会ならではですね、そう行われてて、はい、超安かったんだろうなと思うのよ。いやそうですよね確かに焼きそば60円とかだったら食い散らかしてんだけど、あれいくらだったんだろう、多分一人1000円とかあったら吐くよと思う10杯以上食べられるわけですよね、焼きそば一人1000円いってないでしょって、そりゃ司会楼でやろうってなります、ね、なるの、うんうん、で名物のその中華料理さんがあったんだけど、その司会楼でそういえばなーっていう思い出があります、はい、お店の思い出です。それは一体どんなことでしょうかが今日の問題です。飲み終わったコカ・コーラの瓶が壁に一面並べられていた、はい、当時コカ・コーラ瓶だったのね。はいはいはい、はい。缶がないん、多分。あったとしても、瓶なんで、基本、お店で出てくるのは。で、瓶を抜く自動販売機知ってる？瓶を抜く？ひょろ長い扉があって、ガラスの。そこをポンって開けたら、コカ・コーラが横向きに瓶が並んでて、ズボンって抜く。で、抜いたら、王冠がついてるから、それを、その壁についてる栓抜きで、うんってこう開ける。で、おっと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 って言いながら席に戻る。もう飲みながら席に戻る。あの王冠が、コカ・コーラの、いろんなイラストとかが入ってたりとかして、子供たちは集めてた。へぇー、うん。そういう思い出はある。ある。でも違うんですね。違う。机が、どの机も、必ずちょっとガタつく。はい、ああ、多分 100% そうだったと思います。結構ありますよね。ある。だからどこにどうずらしても、ちょっとガタガタするなっていう時。そうなの。で、すごい紙を差し込んであったりするけど、はいはい、紙もずれてたりしても。で、その紙を触ることが嫌だったりもする。だったらもうずれてもいいと思う。壁の色が、ものすごいレインボー。はい、壁の色がオレンジ色。あ、建物自体も超派手だった。そうですか。うん、まあ中華ですしね。赤とかね、オレンジとかありますよね。なんかピンク色みたいな。なんか、ラブホですか？もしくは竜宮城ですか？みたいな雰囲気だった。わかった。最後に出てくるデザートが、杏仁豆腐とかごま団子じゃなくて、ガトーショコラ。かっこいい。100% そんな店じゃなかったよね。実は。だって1階で出てくるのは全部残飯だって言われてたもんだって。なんでそんなこと言うんですか。じゃないとこんな安いわけない。違う、そんなはずありません。企業努力です。残飯だよあれって。じゃねえとあれ出せねえ。でもうめえ残飯だなって言いながら食っててみんな。なんでお世話になったらそんなこと言うんですか。さあ、はい、私横山宮崎で司会楼という、はい、子供たちがずーっと大人になるまで行ってたという焼きそばが60円だったっていう店があるんですけど、そこにある思い出を見つけました、はい、一体どんな思い出があったんでしょうか。皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから、金曜朝の一笑い、あやなぞかけかけかけ、今日のお昼ご飯はかけうどんにしましょう。今週の午前様の鍵のテーマがみんな大好き中華料理ということで、鍋を振ってチャーハンを混ぜていますとかけまして、こギャルと解きます。その心は、パラパラ踊ってます。なるほど、十数年前の光景を読んだ感じですね、はい、ぜひ今日のお昼ごはんかけうどんではなく、うん、チャーハンに。今ミッチェルがパラパラやってますやってない、やってない。原稿を踏むな今日も元気に面白く、横山裕二と川村愛菜の2人がお昼11時40分まで生放送でお送りします。
情報。このコーナーはコインランドリー三冠王の提供でお送りします。さて、広島市中区元町の地面ですけど、はい、地面は濡れてます、はいはい、でも上空は今のところ雨は落ちてきていませんね、という。であと今日も平和公園で修学旅行生もしくは遠足の子どもたちが見えてるなと、今傘さしてないですよという感じですけども、今日はどんなお天気でしょうか。岸さん、はい、おはようございます。おはようございます。今日はどうなりますか。今日は徐々にお天気持ち直してきそうです。はい、この時間まだ東部では広く雨雲がかかっていまして、ちょっとしっかり降っているようなところもありますけれども、西部の方から少しこう闇間などもね、ちょっとずつ出てきているような状況です。はい、四国沖に低気圧が進んでいまして、これが午後になってくるとどんどん離れていくので、まあ、昼過ぎくらいまで東部とか北部の方は雨が残るようなところあると思いますけども、午後になってくるとだんだんお天気が持ち直してくるところが多くなってきそうですね。はい、瀬戸内側とかでは午後は少しこう晴れ間とかもね、覗くところも出てきそうですね。うん、昨日よりも南部の方では少し気温が上がりやすくて25、6度ぐらいで、北部の方は昨日と同じぐらいの気温を予想してます。はい、で週末なんですけれども、先ほど運動会もなんていう話ありましたけれどもね、うん、明日はまだ少し冷たい湿った空気が流れ込みやすいので、北部ほどちょっと雲が目立つかなと思いますが、はい、南部の瀬戸内側からですね、徐々に晴れ間が出てきそうです。うん、明後日日曜日は県内ですね、南部も北部もよく晴れて秋晴れという感じになりそうですね。はい、でこの週末涼しい空気が入りやすいので、晴れてもこう風が涼しいというかね、うんうん、気持ちが、はい、ちょうど運動会とかにもいいのではないかなと思いますね。はい、あと気をつけなきゃいけないのはですね、やっぱりこう徐々にこう涼しい空気が入り始めて、特に日曜日の夜とか月曜日とか火曜日なんですけれども、結構朝晩の冷え込みが強くなりそうなんですよね。今週月曜日あたりもちょっと寒いななんて感じるような朝の日もありましたけれども、うん、もう一段こう寒い感じになりますから、うん、秋服出しておいたりとか、あと寝具ですね、掛け布団とかもですね、はい、出しておくようにお願いします。風邪ひかないように気をつけていきましょう。はい、はい、今何か目立った警報や注意報出てますか。今注意報は県内電気出てません。はい、わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。天気予報は岸さんでした。僕の作文。私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今日は広島市立高須小学校5年生の丸目真中さんの作文、この夏最後のダンスレッスン。この夏最後のダンスレッスン。高須小学校5年、丸目真中。私は8月29日、南区民文化センターで、レイナ先生のダンスレッスンに参加しました。先生は産休に入るので、レッスンは少しの間お休みになります。この日は、TWICE のファンシーという曲のブレイクダンスパートをやりました。特に手の振り付けがすごく難しかったけど、なんとか踊れたので楽しかったです。先生はまるで妊娠していないかのようにすごくかっこよく踊っていました。先生は私のとっても憧れのダンサーです。レッスンの後、お母さんと私と友達でサイゼリアでお茶をしました。すると、なんとそこにレイナ先生がいてびっくりしました。先生はサイゼリアが大好きなんだそうです。まさかここでまた会えるとは思ってもいませんでした。とっても嬉しかったです。私はいつか先生と一緒にステージで踊りたいです。そのために毎日お風呂上がりにストレッチをして、今までのレッスンを振り返って、ダンスを練習して、とっても上手くなりたいです。これ、レイナ先生に聞かせてあげてほしいですね。ね、泣いちゃう先生。いやもうレイナ先生も、なんとって。多分喜ぶよ。そう、すごく自分の心の表し方みたいなのが上手で、うんうん、とっ
っても憧れのダンサーですとか、はい、自分の気持ちを作文に乗せるのが上手だなと思いました、うんだね、うん、ただまあね、そのまなかちゃんに言いたいのはね、このコーナーはね錦堂の提供だから、はい、サイゼリアの提供じゃないからもう嘘でもいいから、あのあと紅葉まんじゅうが好きなので錦堂に行ったらなんと、レイナ先生も錦堂が大好きで なんとって出会いまして二人で紅葉まんじゅうを食べましたとかにしてくれたら嬉しかった。いつかぜひ一緒に食べてください今週は広島市立高須小学校5年生の、丸目まなかさんの作文、この夏最後のダンスレッスンをお送りしました。来週です、学校変わります。月曜日、広島市立安北小学校で5年生の奥谷若菜さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。ケスノビッチの母さんです。はい、昨日の仕事終わりのことです。外に出ると女子中学生4人が今若い子に人気のエータさんの香水という歌を歌いながら帰っていました、うん、はい、その歌声に応えるように続きを歌う男子大学生3人、はいはい、箸が転がってもおかしい年頃の中学生たち、ほんと大笑いしながらもまた歌っていました、うん、聞いていてこっちもクスッとした夕暮れでした。あー、そうだね、ねー、楽しいですよね。でも楽しいって、はい、いう設定になってるけど、あの時が一番悩み事も多かった気がするんだよね。実は思春期でね、多感な時期でさ、はい、その自分のことを相手はどう思ってんだろうとか、うん、あと自分のことばっかりが気になって周りが見えなかったりとかするけど、キャッキャッキャ笑ってたから、はい、だからなんかバランスなんだろうね、笑うことでその不安を解消するみたいな、うん、ね、だからたまにはこうやっていいこと言うでしょそうですね、たまに秋だから俺ご立腹なんですけど。ええ、怒ってるんですか。まあ、9時55分までやりましたよ番組を、はい、でニュースに入るじゃないですか、はい、入ってもう1秒経ったか経たないかぐらいの時に川村が今あれでしょ、エイトのあれ歌分かんなかったから流したでしょっておいこら君のドルチェ&ガッパンダ君の香水のせいさと思うでしょメロディーは合ってます。合ってしょ、合ってます。ああラジオもね、あテレビもね、違う行くとこどこどこ何にもね、あこんな村嫌だ、あかんこんな村嫌だの流れのやつでしょ。違います、その流れではないです。ドルチェ&ガッパーナーみたいなやつでしょ違います。あれ吉井久蔵さんの分でしょ。吉井久蔵さんじゃないのドルチェ&ガッパーナでしょ。吉井久蔵さんドルチェ&ガッパーナ歌ってないと思います俺あれ最初聞いた時本当に、はい、吉井久蔵なのかなって本当に思ってて君のドルチェ&ガッパーナーって言ってあーテレビもね、あラジオもね行くとこそんなにどこにもねみたいなと思ってて、そことそこつなげる人日本中どこにもいないと思いますいや俺たくさんの人たちが、はい、よし行くぞ、って思ったと思うよ。本当ですか。最近のラップの人とかさ、あとかってやりすぎるとみんなよし行くぞさんに近づいていくんだよねあと横山さんの歌声がちょっとね昭和っぽい感じの歌い方してたんですよね。知ってますよ、知ってますよ。あー知らないんだろうな、これ。俺むちゃくちゃアンテナ張ってますからね最近ね、はい、なんかすごい出られてますもんね、はいはい、エイトさん。もうほら携帯とかのさ、はい、アンテナ、充電のアンテナとかもさ、バリ3とかバリ4とかって言ってたけど、俺もバリ10バリ20とか俺20のダンスとかももうガンガン踊れるよ。そうですよね、はい、昨日実はその放送が終わって、はい、なんかプロ野球チップスの戦いみたいなのやったんですけど、うん、やったね、なぜか横山さんがなんか配りながらその20のメイクユーハッピーを踊り始めて、はい、ちょっとまあ踊れますね、うん、ガンガン、ちょっとあの縄跳びダンスメンバーに混ざっても分かんないぐらい、分かります。横山パークって言われるぐらいもう全然いけますよ俺そっち側なんです後ろ向きでローラースケートとか滑れますよ俺
意外と確かに、うん、若者のでしょ、はい、文化知ってます、ね、だからさ俺たちみたいなじいさんとかが若者文化を学ぼうとしてんだから、うん、若者も俺たちじいさんばあさん文化をちょっと知ってほしいよ。良さがいっぱいあるからさ。ね、そうですよ、ね。だから、あ、そうか、エイトっていう人がね、うん、今、これリスナーさん分かんないかもしれないけど、なんかすごい流行ってて、はい、で、今年紅白歌合戦に出るんじゃないかって言われてんの。はい、言われてます。で、その歌の歌詞の中に、ドルチェ&ガッバーナっていうブランド名が出てくる。はい、これを NHK はどうすんだろうつって、で話題になってて、はい、その昔、山口百恵さんが緑の中を走り抜けていく真っ赤なポルシェっていうのがあったの。あれ NHK は真っ赤な車にね変えられたんだよ。そうなんですか。そうでカモンたちゾーンはバッタがおるでって言ったんだけど捕まえようってどうなるんだろうね。確かにでもドールチェ&ガッバーナですからね、うんうんうん、結構長いですよ。そうだよね。これを変えるのは容易じゃない。いや、何に変えるんだろうね。香水、まあ、香水の名前がドルチェ&ガッバーナ。そうなんですよね。なんだよね。はい。君の、なんとか言ってた香水のとかってなるのかね。君のいい香りの香水の、あ、でも、その香水のせいだよ、だから。うん。そっか。混ざるよね、言葉がね。混ざりますね。うんうんうん、ああ、難しい。その、ドールチェ&ガッバーナを何で代用するか。はい。じゃあ、リスト考えてください。ちょっと時間欲しい、私も。うんうんうん。うん、なんか CM 中とかに必死に。君の松本清志郎って言っても、もう、それ、ダメダメ。それもですよってことになるよね。本末転倒ですから。ああ、そうですね。そうなの。気になる確かに。意外と話題になってんの。でもね、その年末、はい、紅白のこととかも話題になってますけれども、尾道のカープ坊やさんです。今朝、通勤途中にあるコンビニに、クリスマスケーキ予約という張り紙がしてありました。そうよね、今年もあと3ヶ月ぐらいですもんね、そういう時期なんですかね、うんうん、と思ってしまいました。そうだね。もう来月とかがもう目の前じゃん。うん、そうですよ。俺10月にさ、ちょっとものすごいでっかいことがいっぱい自分の中であって、はい。で、ちょっと、スケジュールをちゃんとやっとかなきゃなとかって思ってて、はい、10月の俺の部屋の机の目の前にカレンダーが真四角のカレンダーが貼ってあるんだけど、はい、その10月ももう書き込んだのね、うん、でちょっと確認したりとかしてここ移動できるよねとか、はい、ここやってこうしてこうって大丈夫だよねとかっていうのやったけど、いやもう年末感ちょっと出てくるよねとは思ったね、うんうん、そう思います、うんうん、だってもうおせちとかもね、はい、ありますし年賀状の予約とかもね、そうだね、だんだん出てくる時期です。だからもう来週は27になるじゃない、はい、27,8,9,30 で1日になるからもうこの土曜日、はい、明日までカレンダーを9月分使ったら来週のだから日曜日からはもう10月分のカレンダーにくるんと切り替えられるからね、うん、でそれ考えたらもう10、11、12えーってなるよ。3ヶ月ですか。だってもう本当だってオリンピック終わってんでしょ。いやーですよね。うんうんうん。だから瀬戸大也もあんなことにならなくて済んだんでしょ。いやそれは分かんないけど、それは分かりませんけど。変なとこ泳いでたんだね。まあね、うん、泳ぎたいところはね、うん、人それぞれありますよ。そうだね、うんうん、どんな彼女は香水の匂いがしたのかね。どうですか ねドルチェ&ガッバーナですかね。いや本当終わってたはずなのにオリンピック違うとこに成果がちょっと火がぼってなっちゃって燃えてほしくないところでね。エグザイルさんです、はいはい、シルバーウィーク明けで今週は3日の勤務でした、うん、楽な気分で仕事に臨めました、はい、ただ10月と12月に祝日がなくなったので、はい、今年の残る祝日は文化の日と敬老勤労感謝の日だけと、うんうん、そう思うと今年も残りあと少しだなと思ってしまいます、はい、だ今年の残りは11月3日の文化の日、それから11月23日の勤労感謝の日、祝日はこれだけと。へー、もうさ移動するから全然わかんなくなったね。そうですね、うんうん、体育の日も10月だったのが今年は7月になりましたし、はい、であと天皇誕生日も今まで12月だったのが、うん、令和になったので2月23日になったという、はい、祝日変更って法案でやんなきゃいけないんだよね。であれ考えるとこういうのだけパッ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 するよねとかと思うよね。まあそうですね。本当でもそう思います、ね、でそれを俺たちが喜んでるかどうか全然気づいてないでしょって思うけど、いや何気に連休作りすぎてしんどかった月とかあるよとか思うもんね、うん、
あります。ちょっと散らばらしてくれないと。いや、これから年末に向けてちょっと休みたかったりするのに、はい、意外とがっつり働かされるなみたいに思うよね。で、あと今まで連休だったところがポカンとこう働かないといけなくなったりとか、はい、っていうこともあるでしょうから、うんうん、ある、ほんとなんかちょっとギュッてしようとばっかりするけど、うん、意外とみんなそれ喜んでないよっていうこととかいっぱいある気がするね。これはこれでバタバタするんですよね。するよね、うん、だけどまあ今年は、はい、その俺未だに今年の10、11、12のスケジュールとかでこの日にこれが入ってます、この日にこれが入ってますって言って書き込んであるスケジュール帳に、はい、その予定とか行事があったりとかするのね、で今までのもう今年のやつをバーッつってガーって戻っていくとほとんど修正期が入ってるの。そうですね。だこれから先もどっちに触れるか、はい、はい、みんな少しずつ緩やかに開いていきましょう、いろんなことって思うのか、いや今年いっぱいは閉じていきましょう、だからやろうと思えばできるけどまあ無理すまーかっていうのが12月までなのか、いや多少無理してきたからちょっとここは開いてやっていこうかって思うか、どっちかにどっちに触れるかで世の中が、うん、はい、もうこれから先のことが全部変わってくるじゃん、はい、だから飲食だ街だなんだっつって今年本当しんどかった方々がこの忘年会シーズンとか年末に向けての、ちょっと盛り上がりとかを逃すとちょっと怖いよねと思うし、うん、これが12月過ぎて1月まで行くとじゃあ今年度まで控えとこうかっていうとこが増える気がすんの、うんうん、そうするとね、足らねえって本当に思うな。思いますね。なんかどうしてもその自粛自粛ばっかりじゃダメなんだろうし、はいはい、自分の中でいろいろね、いろいろとこう整理をつけながら、いやだから喋りにくい、うん、その行ってくださいとも言いにくいし、行かないでくださいとも言いにくいし、なんかでも行った人はその行かない人とかに行けばいいのにって言うけど、うん、行かない人は行った人になんで行くのよっていう、その本当に分かれてるからさ、うん、それぞれが、はい、だけどまあ少なくともマスクをちゃんとしてその手洗いをしてとかみたいなこと、今まですごい気にしてたことを改めてやっていかないとインフルエンザ来るからねっていうところ、確かにこれがあるからね。そうですね、うんうん、これからね気をつけないといけないですね。いや本当なんか今年は1年間少なくとも、はい、皆さん元気でまた次の放送まで会いましょうねって本当に思う。横山さん言ってましたもんね、うん、来週も元気で会いましょうって。いや心から思う。それは自分にもはい、来週まで元気な声で皆さんに会うまでちょっとちゃんとやんなきゃいけないよっつって言って、はい、なんかこうあることで自分のちょっとしたイージーミスみたいなこと、うん、であーってならないように、はい、ちょっとずついつもよりも気をつけなきゃねとは思うよね。気がつけば身近にいますからね。いや本当コロナウイルスは、まあ、RCC もかかったやつがいるからね、言うけどどんだけ遠ざけても絶対誰かに乗っかって近づいてくるからね。そうなんです。俺ね、昨日だかな一昨日だかな、行きつけのたこ焼き屋さんに行ったの。はい、ええ。そしたらそのたこ焼き屋さんの焼いてるおじちゃん、まあ、いつも友達なんだけど、はい、いつも RCC 出る前にごめんマヨタコ焼いといてって言って電話して行ったら焼けてるっていうのをやってもらうんだけど、はい、が唯一の趣味が温泉、健康ランドに行ったりとかすることだったんだって。それで、疲れたと思って、で、たこ焼き屋さんって休みがないじゃない。はい、ずっと。で、うん、お手洗いもずっと我慢してたりはしなきゃいけなかったりするんだって。はい、で、すごいストレスが実は溜まるんだけど、健康ランドみたいなところ、温泉に行くのが好きだったんだけど、明日まで頑張ったらあそこ行こうって思ってた、あそこがクラスターのとこだったんだって。たら、なんかねってやっぱ思うし、はい、そこも出そうと思って出してたわけじゃないし、いろんなことをね、やりながら営業されてたんだと思うと、みんな気の毒とかって思ったりするし、で、そこが閉じると、そのたこ焼き屋さんの唯一の楽しみができなくなるの。はい。そしたらね、なんかまた仕事にもね、うん、ちょっとメリハリがつかなくなっちゃいますし。俺はだってさ、本当にしんどくなったら、マッサージに自分が行けば元気になる。で、それを贅沢だと自分の中に決めてて、はい、1週間に1回か2週間に1回はマッサージ行こうって、それは自分へのご褒美でって言って、で4000いくらなので1時間で。はいはい。で、これを自分の中の贅沢としていて、で、これがコロナで行けなかったのよ。ずっと。もう濃厚接触もいいとこじゃない。まあそうですよね。で、あれから、月に1回ぐらいかな、緊急事態宣言が明けてから、はい、1ヶ月半に1回。だから今多分緊急事態宣言が明けてマッサージ2回行ってんだよ。ほう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 。
たら、今までずっとやってたのが、めったにやんないから、次の日揉み返しがあるの。あー、なるほど。すごいしんどいの。何のため行ったか分かんねえよみたいな。変わってないはずなのに。そうですよね、うん、いろんなこと変えないといけなくなりますもんね。そうなんだよね。影響は大きい、じわじわやっぱ大きいですよ ね。いやだけど本当にあの商売やられてる皆さんは、はい、頑張ってくださいねっつって、この12月踏ん張ってなんとか頑張ってもらって、でもしこれがちょっとしんどかったらまた3月まで頑張ってくださいねっつって、でまた4月から新しい気持ち頑張りましょうねっつって、もう本当に声しかかけられないから、はい、せめてもこうやって御前様聞いてる間だけはちょっと笑ったりとか、そうそうとか、違うよ小山とかって思いながら楽しんでいただければと思います、はい、さあこの時間になりますと、はい、御前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は私から中華料理で問題を出させていただきましたけれども、はい、宮崎に多分10年ぐらいかな前まで営業していたらしい、四海楼という4つの海の楼、陽気楼とかの楼だったりするんですけど、木辺に米書いて女の楼、四海楼っていう中華料理屋さんがあって、はい、1階は普通の皆さんが食べに行けるところ、2階からは宴会場で、3階建てか4階建てだったと思う。で俺たちは小学校の時に少年野球の父母会みたいなのがあって、はい、でそれで四海楼の2階とか3階とかで、家族とか生徒とか集まって 4,50 人で、はいはい、で決起集会やって、はい、で今度の大会頑張ろうねっつって、はい、で最後にみんなドカベンを歌って終わるっていうのをやってたんだけどそこの四海楼は焼きそばが60円、チャーハンも60円で、多分ラーメンが80円かなんか、うん、で瓶のコーラが100円、コーラよりも焼きそばとかラーメンとかチャーハンとかの方が安かった。それすごいですよね。すごかった。本当に安かった。で、平成の十何年か20年ぐらいかに亡くなったらしいんだけど、その時まで100円だったらしいのね。いやーもうお店のなんか心が伺える気がしますね。ねえ、まあ本当。心意気みたいなの。もう都市伝説で残飯食わされてるってみんな言ってたけど、これすごい美味しかったのでも。はい。すっごい美味しかったの。はい、で、その四海楼さんの思い出があります。子供の頃の。うん、四海楼ってああだったよねっていうの、はい、それは一体どんなことでしょうかが今日の問題です。はい、皆さんちょっと自分の思い出を重ねてるかもしれないというような答えがたくさんいただいてますよ。はいよ。ラジオネーム竹原のシンデレラさんです。壁に好きな絵とかメッセージを何でも自由に落書きしてもよかったのではないですか。いや、なんかね、すごい安い店で、はい、そんな綺麗じゃなかったと思うけど若干雰囲気は敷居が高いみたいな感じはあったんだよね。おでもさっきの話で言うと、うん、すごくこうカラフルだった、はい、中国っぽかったっていうところからも、うん、なんか雰囲気大切にされてたんだろうなっていう、はい、なんとなく伺いました。竜宮城みたいだった。あ、素敵ですね。だけど中はパイプ椅子だった気がするんだよ。1階はパイプ椅子。あ、メリハリ効いてますね。効いてんの。あれ、金かけるとこと抑えるとこがエレンメリハリ効いてんだけどみたいなとこだった気がするんだよね。竜宮城っていうか竜宮城行ったことないですよね。でもね、あります。何度も。いや、ないですよね、今。あります。いや、ちょっと今、子供の頃から竜宮城見たいっておっしゃってましたけど。うん、何回も、何回も。竜宮城行ったことない。亀を何回も助けました。あ、そうなんです。うん、ウミガメを。うん、すっごい助けました。連れてってもらって。宮崎は本当、ウミガメのメッカだってしますから。そうなんですか。うん、あ、子供の頃は本当、ウミガメの卵でキャッチボールして遊んだんだ。ダメです。これ、本当に遊んでたんだよ、宮崎の子は。あ、そうなんです。ウミガメの卵って、俺多分10回くらい喋ってると思うけど。はいはいはい。むちゃくちゃ強くアスファルトにうんってやっても絶対割れないの。くちゃってなるだけなの。多分中はぐちゃぐちゃになると思うよ。はい、本当にキャッチボールできるの。で俺ら子供の時は取っても怒られなかったけど、今は多分捕まるんだろうね。間違いないです、はい、続いて竜宮城かと思ったらルーチェイカされるんだよね。全然違いますね。御前様ネーム、電光石火の弟さんです。はいよ。横山アナウンサーの宮崎の中華料理屋四海楼での思い出、それは、うん、どの皿も一部が欠けていた。いやー、どうだったのかな。まあ、うん、昔ながらのとこだったら、うん、まあまあと思って許してもらえるかもしれないですけど、でもなんかさ、本当に安いとこだったしボロいとこだったと思うけど、うん、四海楼っていいとこだっていう感じがしてたんだよね、子供ながらに。安いけど、うんうんうん、まあ中華料理自体が子供にとってはごちそうですもんね。でさ、中華料理屋だけのビールだったのね、だから。はいはいはい。っていうのがお金持ち感みたいなのが、うんうんうん、
あったんだよね。ゴージャスですし、ね、ゴージャスだったの。色もね。で、ああいうの見たことがなかった。中国の柱の彫り物とかがぐわーっとなってたから、はい、わー、シカエロに来たみたいな感じはあったんだよね、うん、それこそ竜の置物とか、うんうん、掘ってあったりとかしますもんね、はい、いや、だから本当の竜とかもいたと思うのね。いや、本当の竜もいたのかな、うん、かな。そんなに油断してたりとかすると噛まれたりとかしてたんだと思うの。竜にですか、うんうん、とか人がいなくなったりとか、うん、弾を取られたりとかしてたんだと俺は思うのね。神様ですね、うん、それだったらね、うんうん、だけど多分まあ歯科医療だからしょうがないかってみんな思ってんだろう。いや、思ってないって。まあ、なんてでもご無事で何よりです。チンクル49歳さんです、はいはい、お水のコップがカップ酒のガラスコップだった。あ、かもしれない。一回はそうだったかもしれない。そういう店いっぱいあったよね。はいはい。ワンカップのあのちょっと分厚いさのコップにしてて丈夫ですもんね。すごい丈夫じゃん。はい。でも近づけと、あ、酒臭い。ちょっと酒臭いと思うよね。そうそう、あれ多分なかなか取れないんですよね。でも一回はパイプ椅子で、うん、もしかしたらカップ酒のお水のコップだったかもしれない。はい、でも2回はその宴会場とかだから割とちゃんとしてた。はい、結構1回と2回変わりますね。貧富の差。1回と2回で偉い違い。いやでも2回もただ広い畳の間なんだよ。はい。だから多分なんてことなかったけど、はい、俺はその柱とか織物とか佇まいにやられてたケースの気持ちを、うんうんうん、それだけで違いますもんね、うん、全くね。だってその近くに、はい、あのチキン南蛮の名店って言われてる、チキン南蛮ここから発祥しましたっていう小倉っていう、はい、宮崎に来たら小倉でチキン南蛮食べた方がいいよって言われるぐらいところがあるのね、はい、小倉はまあまあ高いの、うん、まあまあ、うん、だけど小倉に行った時は高級店に行ったと思ってないのよあんまり、はい、佇まいが普通だから店の、はい、だけどシカイローは焼きそばが60円だったのにいいとこに連れてきてもらったってちょっと思うんだよね。やっぱ見た目大事。見た目なんだろうな。なんでしょうね、うん、マスコングさんです。横山さんのシカイローでの思い出、それは、はい、お店の中にはトイレがなくて、トイレを借りようと思ったら、あーごめん、店の隣にね、自宅のトイレあるけ使ってと言われたのではないでしょうか。あ、いや、ちゃんとしてたと思うよ、うん、昔さ、じゃあ、どこだっけ、あの弥生町の近くにさ、鉄板焼き屋の名店があって、はい、みっちゃんじゃなくて山ちゃんじゃなくて、ほうほう、なんだったっけなーってあるのよ、うん、でそこに山原玲子さん、はい、俺らの大先輩、はい、と一緒に飲みに行ったりとかすると、そこトイレないので、目の前がソープランドなの。たら山原さんは普通に、もうちょっとお手洗いってくるねっつって、ごめんなさいね、いつもってソープランド入ってておしっこして戻ってくるの。で山原さんが出てくる時とかに、はい、通行人の人がカッとなるんだよ、はい、たら、あ、こんなババアがいんのかみたいな感じで、いや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 、マイナスキャンペーン、マイナスキャンペーンって言いながら、そこじゃないです、そこじゃない。入る先がね、若い子いるよ若い子って言ってんのに、おばちゃんが出てくるの。あれが出てくるんだ。でも優しいですね、貸してくれるので。そうなんです、常連なの。八百屋のアニーさんです、はい、今日の午前様クイズの予想、横山さんが子供の頃に言っていた歯科医療での思い出ですが、電話番号の最後の4桁を歯科医療と覚え方が書いてあったのに、うん、全然語呂合わせになっていなくて、逆に今でも電話番号を覚えている。あ、でもラジオショッピングあるあるだよね。うん、なんか電話番号は0120、なんとかとかなんとかとか、はいはい、なんとかとか、ミツバチ、ミツバチ、ハニーとか、はいはいはい、あれとかはよくできてんじゃん。よくできてます。もちろん、ね、だけど、電話番号は、川村大好き、わっちょーですとか、それ、ね、何って、何がどうなってその数字になってんのみたいな。覚え方は簡単って言うんですよね。全然わかんない。逆にそれで複雑にさせたよねっていうことがいっぱいあるよね、ラジオショッピングね。ポップさだけが際立つときが。言いたいだけじゃんと思うんで。はい、わかります。じゃあこれ最後です、はい、ジンベさん、壁にビールを持った水着の女性のポスターが貼ってあって、うん、友達にバレないようにチラチラ見て興奮していたということではないでしょうか。絶対あったよね、うん、絶対あった、うん、今でもありますもんね。そうだね、はい、だってキャンペーンガールとか、フラワーフェスティバル必ず来るもんね。はい、だって井川遥香ちゃんとかもそれで仲良くなったの、うん、キャンペーンガールで広島来て、はい、で仕事して、でそっから映画ひなごんっていうので主役でやってきて、でその時俺がメイキング監督してたから、はるかちゃんあの時のってあーっつって、だからずっとしばらく横山マッチって言われてたもん。あ、横山マッチ、横山マッチはさーとかつって、
井川はさとかって言いながら1ヶ月ずっと一緒にいたんだからね。でもそうですよね、うん、ありますもんね。あるある。そう、水着でこうビール持ってたりとか ねしますよね、うん、でも子供は確かに刺激がちょっと強いかもしれませんね。そうだね。今さ、俺さ、映画愚か者のブルースの編集してんだけど、はい、予告編をねそろそろ作んなきゃねってなってんの、うんうん、あれ予告編っておっぱい出しちゃダメなのかね。もうね、昔おっぱい出てたよね予告編ね。多分ダメなんだろうね。うん、まあ、広く見られますもんね、うん、予告編もね。時たまさ、すごい恐怖映画とか見に来てんのに、映画ドラえもんとかの予告編があった時に絶対年齢層が違うんだけどって思う時あるよね。間違ってるって時ありますよね。明らかに予告編のチョイスが違う時あるよね。あります、あります。とか子供がすごい楽しみにパーニャパーニャパーニョって見てんのに、予告編が犬の気分だとかでもいや怖い怖い。そうそうそう、だって自分が見に行く時も思いますね。なんかすごいポップなこうファンタジー系の映画を見に行ってる時に、うん、ものすごいホラーの予告編が流れたら、あなたはここに住めるかな、事故物件とかも、なんかそら怖い怖い、もったやめてみたいな、こういう気分になりに来たんじゃないんだよねって思う時あります。特に川村弱いからね。弱いです、そういうの弱いんです。さあ、それでは答え発表の時間です、はい、うん、横山さんは昔からお世話になっていた四海楼という中華料理屋さんにどんな思い出を持っているでしょうか。はい、焼きそばが60円、はい、チャーハンが60円、うん、で多分ラーメンが80円でコーラが100円だった気がすんの、はい、60円焼きそば間違いないのも、はい、で時たまそう焼きそば食べるんだけどラーメン食おうかってなるんだよね、で当時今みたいにラーメンが国民食じゃないんだよ、ちょっとまだ珍しいの。ほう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 。で、あんまなんか食べないけど、ちょっとたまには食べたいよねと思って頼むと、信じられないぐらいスープが熱いっていう。もうなんか、泡が出てますよ。ポコポコポコ。溶岩じゃないの。ポコポコポコ。マグマみたいになって。はい。沸騰した状態で出てくるぐらいの。うん、で、持ってくる人もすごい警戒して持ってくるの。はいはいはい。で、お盆でこうやってやられて、ほいってやられて、はい、取れみたいな感じ。いや怖い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 って怖いよーっつって、スープのエリアじゃないこう上のところを掴んでも熱いっていう。そう、すっげー信じられないぐらいラーメンのスープが熱かったっていうの。どういう調理してるんだってもう煮えたぎってんだよね。やけどしますね、煮ラーメンみたいになっちゃう。さあ、というわけで正解は、はい、ラーメンを食べたくてラーメン頼んだ時に、うん、信じられないぐらいに熱いというのが正解でした、はい。へえ、今のところズバリが2人。すく、ドルチェとガッパーナだね。いや、ことですか。というわけで、じゃあそのお二人の方も含めながら精査をさせていただきまして、今日は富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋3人の方にお送りします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さて、今夜の広島カープですけども、マツダスタジアムでの横浜 DeNA 戦ということで、はい、午後6時プレーボール、先発はカープが床田で DeNA が伊能というふうに発表されてますけども、はい、うん、4連敗中の広島カープは今日から DeNA と巨人を迎えて地元7連戦に臨みますよと、はい、で観客の上限が緩和されて、これまでの5000人が定員の 50% の1万6500人に増えると、はい、半分ですね、ね、うん、で広島カープって本当にこの強くなったしばらくの間って、ファンと共に強くなってる気がしてたのね、でそれやっぱホームゲームの強さっていうのがあって、多分こんなに戦いにくい球場は他のチームはないんじゃないのかなっていうぐらい、そのビジターのチームが戦いにくいほどの球場だった気がするのね、はい、で今年の広島カープのその盛り上がらなさとか弱さとかっていうのって、お客さんがいなかったことにも起因してるんじゃないかっていう気がすごいするの、うん、はい、なのでこれが5000人が1万6500人ってことは3倍以上になるわけ、なので、はいはい、なんかちょっとでもこう息を吹き返してもらいたいなと思うし、あとは例えば森下とかが今日も新聞の一面を飾ってたりとかするのね、そうですね、デイリースポーツ、森下関東宣言、明日球場の熱気力にリベンジ7勝目狙うということで、でほら新人王がかかってたりとかするけど、森下とかは本当のマツダスタジアムも知らないのよ、うん、あの異常なほどの盛り上がり、はい、他球団の選手が
ちょっとたじろぐみたいな、はい、あのムードを知らないので、少しずつだけど若くて今年から活躍した選手っていうのが本当のマツダスタジアムも見れるんじゃないかなという楽しみもあるし、はい、あの声援を背に広島カープがちょっとだけせめて3位に入るとか、うん、せめて2位に行くとかみたいなことになればいいなと思います。映画音楽コーナー、このコーナーは軽文社の提供でお送りします。映画好きの皆さん、大変長らくお待たせをしました。今週も横山雄二と川村あえなの2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。さて、今週は天性の美貌を武器に上流社会の女たちに金を貢がせ、レースに命を懸ける若きライダーの青春を描いた1982年公開の日本映画、角川春樹監督デビュー作、汚れた英雄のご紹介ということで、今日は川村愛菜による赤ん坊でもわかる1分間ぐらいのストーリー紹介です。はい、オートバイレーサーの北野明夫は生まれ持った美貌と肉体を武器に多大な財力を持つ女性たちを虜にしていました。しかし彼がそんな生活をしているのは全てがオートバイレースのため。プライベートライダーの北野明夫にはスポンサーがいないので、自ら莫大な資金を調達する必要があるのです。10億ドルの遺産を引き継ぎ国際的な大企業のオーナーになったクリスティーン・アダムスが来日すると、北野は早速彼女に接近し見事に資金を調達します。そして北野の人生の全てをかけた全日本ロードレース選手権の最終戦が華々しく幕を開けます。はい、ということで角川春樹監督というと10月16日に最新作身を尽くし料理長、自分の映画人生最後の作品と言われているんですけど、はい、多分そうじゃないだろうなそうであってほしくないという思いもある。そう、あの時ああ言いましたけどねみたいに、いいんです、何本も関わってもらいたいなと思う伝説の方なんですけど、はい、まあ、その小高春樹さんがずっとプロデューサーとして犬神家の一族、はい、人間の証明、野生の証明、戦国自衛隊、復活の日とかいろんなものを作ってきてて、途中で監督も始めたっていう作品がこの作品からなんだけど、これなんで角川春樹さんがプロデューサーだったのに監督を始めたかっていうと、汚れた英雄を映画化したいって言っていろんな監督さんにオファーをかけたけど全員に断られた。日本では無理っつって、そのバイクレースの映画っていうのは無理です、だから撮れませんって言って、じゃあしょうがねえ俺がやるかって言ったのがこの作品なんですよ。そうなんですね。これ38年前、主演草刈正雄さんですけど、どうでしたか。イケメンでした。イケメン、かっこよかった。偉大よね、ああいう人ね。今すごいですね、本当美しかったですけど、うん、はい、でも草刈さんもそうですし、そのレースの前の緊張感とか、はい、レース中のあの視点、うん、本当乗ってるみたいな、はい、あの臨場感っていうのが、うんうん、すごく思った以上に何倍もたっぷり描かれていて、はいはい、それが自分の中ではない視点で、うん、あ、なんかワクワクするなと思いました。はい、ドキドキしましたね。うん、でそのレースに命をかける男だから、はい、お客さんをレースに巻き込むんだよね、はい、だから自分がお客さんも乗ってる気分になるの、うん、だからそのバイクにカメラが積んであって目の前の景色がバーッとスクリーンに映るんだけど、はい、こっち側もカーブの時は体がうんってなるのなるんです。だからそれがなんかその多分私バイクとか乗ったことないので、ああこういう風に見えるんだと思って、うんうん、しかもレースもしたことないですし、はい、もうなんかドキ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 して、はあ、これがね38年前っていうのがキーでさ、はい、で38年前って今みたいにすごいちっちゃいカメラとかないのね。だから映画用のカメラって巨大なの。それがどういう風にあのレースシーンを撮ってるのかっていう考えた時に、当時の撮影技術、その千元製造さんっていう方がカメラマンなんだけど、その方のこの作品に対する思いがあったりとか、あと1982年っていうとちょうどプロモーションビデオとかがアメリカからどんどん日本に来るようになったの、はい、マイケル・ジャクソンのスリラーとかを筆頭にいろんなミュージックビデオが日本にも文化として来だした頃で、日本でむっちゃくちゃかっこいい映像を草刈正雄で作ろうプロモーションビデオみたいなっていうのがこれだったりするの。わかる気がする、うんうん、すごくわかる気がする、はい、草刈正雄さんのプロモーションビデオって言われても、はい、ちょっとわかる部分があるんです。もう草刈正雄のお尻まで見せますよみたいな出てきた、すごい綺麗なお尻でした。むっちゃいいお尻だよねプリン
って女優陣たちも妖艶だし、木の実奈々さんもよかった、ね、はい、大人の世界が描かれてるし、何よりも上流階級の世界が描かれてるっていうのが惚れ惚れするよね、うん、あの豪邸探訪見てるみたいな気がするよね。そうなんです、あのコンクリートの壁とか多分横山さんは憧れたんだろうなって思いながら、俺ら世代はもうああいうのむっちゃ憧れて、はい、あれはちょっと後ぐらいにバブルが来るからね、でリアルにああいう生活を始める人たちが出てくるから、はい、でも先駆けというか先駆けですね、うん、でまあ、あのスクリーンで、はい、今回は10月の3日横山名画劇場横劇で、うん、福山駅前シネマモード、はい、で夕方6時半から上映で、横山のトークショーありで、あと春木さんからいろんなこと聞いたりとかするし、また10月お会いしたりもするので、はい、またそういったことも含めていろんな裏話もお話できるんじゃないかと思うので、はい、ぜひぜひ横山名画劇場横劇にも足を運んでいただければと思います。今週は角川春樹監督デビュー作汚れた英雄のご紹介でした。いやー、映画って本当にいいもんですね。さあ今日は、廿日市市にあります中古の軽自動車39万8千専門店 K マーケットの、川口哲司さんにお越しいただいています。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。はい、あの今日はあの社長のニーズに向かってこのボックスティッシュを、おいおい、こんな小っぱ来られても困るんだよ。小っぱじゃない。おい社長呼べ社長。全然。ニーザーどうした、ニーザーは。多分今海の上に。海の上にいるんじゃないかな。釣りですか。うん、どうなんですかね。昨日 LINE はなんか魚の写真が送られてきました。土下座しろ。船の上ってことで電波届かないです。ちょっと電波届かない。さあ今日おすすめの車のご紹介ですけども、はい、何でしょうか。はい、今日ですね、僕がおすすめするお車は、車両本体価格税込29万8千円の、ダイハツミライース、うん、平成25年式で、色がですねシャイニングレッドと言いまして、うん、これ見てもらったら分かるんですけど、はい、とっても鮮やかな赤となっております。はい、はい、そうです。で走行距離がですね1万7千キロで、非常に燃費のいいあのアイドリングストップ機能というのもついております。もう走行距離1万7千とかって言っても走ってないも同然みたいなもんですよね、うん、そうですね、はい、でしかもこれアイドリングストップ機能がついての29万8千円ってことなので、これ手元に写真がありますけども、まあまあそのシャイニングレッド、うん、鮮やかで綺麗な赤い車ですよね、はい、そうですね、うん、あの非常にあの個性的な赤なので、あのこれカープファンの方とかでもですね、あの持ってこいの車かなと思います。もうこのまま球場乗り込んだりとか、はい、ダメです。横滑り防止機能とかですね、あのレーダーブレーキサポートなどもついておりますので、安全性の方も重視したあの車となっております。なるほど、はい、そういう機能がついてるとありがたいですね。はい、そうですね、ぜひご検討ください、はい、今日ご紹介したあのミライス以外にも、たくさんの目玉車を揃えておりま す、はい、またオンラインでもですね商談の方しておりますので、あの詳しくはホームページの方をご覧ください。はい、はい、ということで気になる方はホームページってことですけども、ではリスナーの皆さんに場所の紹介もお願いします。はい、広島市内からですと、国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分ぐらい走っていただいたら、ホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅の前を通ってもみじまんじの山田屋さんの斜め前にあります、うん、K マーケットという緑の看板が目印となっております。はい、それでは K マーケットの電話番号です。0829-30-7225 0829-30-7225です。はい、この話はした方がいいんですかね。あの今日あのお昼11時55分からですね、放送の新沢良二の釣りラジオ、うん、今日はメバルを、夜釣りしたお話。あ、やっぱいらないですよねこれね。わかりやすい妨害の仕方やめてください。はい、あの今日はあのメバルをですね、夜釣りしたお話を放送する予定となっております。はい、大きな目が、特徴のメバルは栄養価も豊富ですし美味しいですよね。うん、さて社長の新沢は釣ったメバルをどのようにして食べたのでしょうか。まあどっち何でもいいんですけどね。知らないし気にもならない。何でもいいんですけどね。本人がいないからここ。そうですね。まあ、はい、興味のある方はぜひ聞いていただければと思います。はい、あとね、あの新沢さんが来られて、あの競馬ケットの場所はつって宮島を過ぎて10分ぐらい走っていただいたらホテル夢の国を過ぎてとかっていうところ、はい、なんてことないけど川口さんが言うとエロみたいな声質かな。そう、ちょっとじとっとしてるわ夢の国みたいな感じがしましたけど、今日は中古の軽自動車39万8000専門店の軽マーケット川口哲司さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。午前さまさま。さあラジオカーの登場、
今日は宮本由紀なんですけど、みんな大好き中華料理。中華を食べに行くと、雰囲気を味わいたくって、チンタオビールを頼みます。本当か嘘か、中国のビールはぬるいのが当たり前だそうで、いつもぬるいチンタオビールを飲んでいます。冷えてないので味は微妙ですが、早くみんなでぬるいチンタオビールを囲んで、ワイワイする時間が過ごしたいなと思います。宮本ゆきということで。はい。そんな賑やか好きの宮本は今日どこに行ってるでしょうか。宮本ちゃん。はい、おはようございます。早くみんなでワイワイしたいです。ね、はい、本当本当。まあ今日はですね、東広島市西条町西条にいるんですけれど、今日ご紹介するのは秋の味覚キノコです。うん、それも松なめこです。あ、俺そこ行ったことある。あ、本当ですか。うん、松なめこを今日ご紹介します。はい、社会福祉法人つつじの西条松なめこ事業さんに今日お邪魔しているんですけれど、なめこが育っているハウス前に今いて、縦25メートル、横10メートルのハウスが3棟立っていまして、うん、ハウスの中の棚にはこのニョキニョキっとなめこの生えた金賞のブロックがいくつも並んでいます。はい、早速吉本裕二さんにお話伺います。吉本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、松なめこって私実はちょっと初めて聞いたんですけれど、はい、事業を始めたきっかけ教えていただけますか。はい、まあ始めさせていただいたきっかけが、まあ、はい、障害のある方の、まあ、働く場であったり、はい、一般就労に向けての、訓練の場として、始めさせていただきました。で、この、松なめこを栽培するにあたっての工程が、まあ、分かりやすいのと、まあ、販売等の活動で、社会参加ができるっていうことで、この事業を、選ばせていただきました。なるほど。今もハウスの中でね、皆さん作業されていらっしゃいますけれど、松なめこって改めてどんなキノコなのか教えていただけますか。はい、松なめこっていうのが、はい、セラにあるセラキノコ園さんっていう会社が、はい、広島県産のなめこの、品種改良を行って、できた新しい、なめこです。はい、なるほど。これ特徴というと、はい、特徴としては、はい、まずサイズが大きいので、まあ、食感がしっかりしてるっていうのと、あと、香りが強いっていうのが、はい、特徴となっています。なるほど。で、通年こちらではいただけるっていうことなんですけど、秋が旬ということでより美味しく食べられるんですよね。おすすめの食べ方教えてください。はい、一応衛生管理された、ハウスで栽培しているので、洗わずそのまま料理に使っていただけるっていうところでは、まあ、そのまま、レンジでチンしてポン酢かけても美味しいですし、はい、まあ、七輪で、炭火で焼いていただいても美味しいですし、はい、まあ、普通のなめこって結構汁物のイメージが強いと思うんですけど、そうですね、まあ、麺類だったり、あと、まあ、チャーハンとかに混ぜて食べても香りが強いので、い、はい、なんかこう、ま、なめこの概念を覆された感じがしますけど、今日は吉本さんおすすめの、七輪焼きを準備しているので、今もう実は中継前からパチパチという音、はい、聞こえるかな。焼いていただいてたんですよね。いただいていいですか。どうぞ。うわ、でっかいですねこれ。お、ライター、いや、火をつけるライターが横にあるんですけれど、はい、ライターより全然大きい、ね、こんななめこがあるんだ。ちょっとポン酢をつけていただきます。あっけ、うん、お、あ、シャクシャクっとしてて、はい、柔らかくて、はい、香りがすごくいい。そうですね、で、はい、大きいから食べ応えもありますね、はい、わ、おいしい。初めてこんな大きいなめこ食べました。こちらってどこで買えるんですか。はい、一応今東広島市内の、取れたて元気地さんっていう JA の直売所があるんですけど、はい、そこで今販売させていただいてるのと、はい、庄司の、時計店と土曜丸店、うん、下見店、うん、あとは福富の道の駅で今販売させていただいています。なるほど。で、今後の目標もあるんですよね。はい、まだまだ地域の方に、西条松なめこっていうのが周知まだされてないので、まずはこう、はい、周知していただくとともに、はい、法人つつじの、農福連携事業として、皆様にこう知っていただく。で、まあ、障害のある方が生まれ育った地域で、それぞれが役割を持って、はい、仕事のやりがいを感じていただけたらいいかなと思っています。なるほど。これからも皆さんで美味しい松なめこを作り続けてください。はい、ありがとうございます。はい、横山さん、川村さん、はいはい、椎茸、松茸よりまあ、小ぶりなんですけど、うん、でもこの火をつけるライター横にあるんですけど、はい、全然ライターより大きいです。うん、一般的ななめこより一回りも二回りも大きい、倍ぐらいありますね。トゥルーンってトゥルーンってやつ、
トゥルルンって焼いたらトゥルルンじゃなくて、うん、どちらかというとこう松茸っぽい感じがするんですよ。美味しいでしょうね。そうで右手にマイク左手でこのなめこを持ってたので私はどっちがマイクか分からなくなる。いやそれはオーバーじゃんぐらいの多分まあ私このなめこで喋ってたのかもしれない。いやそれはオーバーじゃん。いやいやいや多分第二スタジオとつながってたと思います。いやそんなこともない。いやいやそれぐらい美味しくてでかいんですよ本当に。いろんな意味で気になります。いやいやツイッターにはアップするのでぜひ皆さん見てください、はいはい、ということでこの時間西条松なめ子ご紹介しました。吉本さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオカーは宮本由紀でした。吉浦のスポーツ大好きさんが、はい、昨日秘密の県民賞を見ました、うん、太田さんも楽しんでいるように見えました、はい、田中さんバージョンに戻ると思いますがまたいつか太田さんバージョン見たいですと、うん、面白かったね。面白かったです。あんたこんだけ収録喋ってるけど放送見てごらんほとんどカットされたはずだからって言われてたよね。言ってます、言ってます。食欲いっぱいやってたやつだ。午前さまさまお腹減りましたね。なんかこう秋らしいものを食べたいです。いやお待たせしました。横山イーツ横山イーツが来ました。横山イーツ、はい、横山イーツ箱で梨をとこれとこれこれブドウで黒いブドウだけど、はい、シャインマスカットみたいにそのまま食べられる。初めて聞きました。これも箱。あすいませんなんか私思った 肩が抜けるかと思った。今机沈みましたよねちょっと。この方はほらこのビニールで必ず持ってきてくださる方で、はい、月に1回来てくださるの。で実はあの気づいてらっしゃらないかもしれないけど、はい、月に1回はあの季節の美味しいものを召し上がっていただこうと思って持ってきてますっつってでくださったからじゃあまた来月ねって言ってもらって。最悪なんでそんな感じで返すの。ありがとうねまた来月って言って別れてきた。親戚のおじちゃんじゃないんですか。そしてライドーキーで俺に一回落とすあーって落としてラストブドウあげたのにってそうですか上がりたかった金渡せとか恐ろしい人ですね。嬉しい。私明日栗ご飯食べようとかいう話をここでしようと思ってたんですよ。おうおうおう。もうやめよう。ぶどうご飯。酸味効いてそうですね。なんだぶどうご飯。まあやってみたい気もするけど。いやでもやっぱこうやって見るとさ、はい、美味しいシーズンみたいなのがちゃんと同じようにやってきて、はい、同じように俺たちの心を潤わしてくれたりとか。するじゃない、はい、だからさこういうなんかこう季節のものとかをちゃんと味わえる大人でいたいよねと思うよね、うん、そうですね、うん、ありがたくね。ちょっと前だったらほらあのお彼岸だったりとかしたから例えば彼岸花をめでるとか、はい、とかあのまあぼた餅とか、うん、その小豆もののおはぎを食べましょうとか、うん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 、そうああいうこととかも含めてそういうことをちゃんとできる大人になりたい。季節をねちゃんと感じながら、うん、はい、衣替えとかもちゃんとしながら、そしてちゃんといただいたものとかにお礼状を書くとか河村が書かないけどまあそのそういうことができる大人に俺はなりたい。まあ、ちょっとちゃんとねペン字をもっとちゃんと練習してからしようかなと思って。そのために多分やられてるんだと思うからね。そうですそうですもちろんです、はい、お礼状書くためにペン字リスナー用だよね。もちろんです。営業用。営業ではない。今のあのしわったくれたみたいな字をなんかアイロンシャーッとできますみたいなぐらいのぐちゃってなったのをシャーンってこうしたい思いがあるわけでしょ、はい、ピーンとさせたいです。うん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 。ババちゃんがね持ってます。あ本当ですか、はい、ババさんいいものお持ちですか。紹介しましょうか、はい、ジャパネット高田ラジオショッピング今日この方です。ババさん。はいはい、はい、今日はね、うん、これですよ。おっ鼻かんでんの。こら鼻じゃないわ。花粉も飛び始めてますからね。そうスチームスチームスチーム今日はスチームアイロン、はい、スチーム級のご紹介でございます、はい、これは、うん、もう紹介される前に言うけど、うんうん、便利よね。めちゃめちゃ便利ですよ。めちゃ便利よね。いやだって今まではね、うん、アイロンかけようと思ったら
まずほらアイロンにお水をねこう入れたりとかして、うんうんうん、でアイロン台を持ってきて、はい、で素材は何かな、あじゃあ温度はこれぐらいかなっていちいち調整して、うんうんうん、それからまあ5分ぐらい温まるの待ってからかけてたわけですよ、はいはいはい、でもこのスチーム Q 何が便利かって、うん、アイロン台まずいりません、はい、ハンガーにかけたまんまの状態で、うん、はい皆さんはスチームを当てていただくだけ。鼻出てんの？鼻じゃないですってこれ。インベーターゲーム。こら、プシュプシュ。あっちか。やらんでいいこら。やらんでいい。遠くないんですよね。音質的に。似てんな。似てますよね。悔しいな。そう、もうねこのスチームアイロン今ね一家に一台あったら超便利ですよ。いやこれは本当便利、本当に便利。いやだってこれからほらね衣替えの季節なんで、うん、久しぶりに約半年ぶりにジャケットを出してきて着ようかっていう時あるじゃないですか、はい、そんな時にねあのクローゼットの中でギューっとなってたやつはシワシワになってるわけですよ。でこれ冬物はシワが治らないんだよ、うん、伸びにくいんですよね、うん、そうなんですよ。でもそんな時にこのスチーム Q があったらもう皆さんお出かけ前のほぼ1分でできます、はい、簡単にシワが伸びちゃいます、うん、と言いますのはね今いろんなメーカーからいろんなスチームアイロンが出てるんですけど、はい、ジャパネットのスチーム Q がなぜ人気かというと出てくるスチームの量がすごいんですよ、うんうん、普通はねプシューって感じで出てきますけど、はい、このスチーム Q 違う、ほらわかります、もうすごい洋服が多分ずぶ濡れになるぐらい。ほらずぶ濡れにはなりません。意味ないじゃない。100度のスチームなんで、うん、これずぶ濡れにはならないんですよ、うん、もうね当てたそばからシワがシュッと伸びて、うん、でもうすぐに乾くんです、はい、これが今回のスチーム Q、うん、いやだってねスチームアイロンの中でもほらシワがあるところ4回5回6回往復しないと伸びないっていうものも多いんですよ、はい、持ってるのがまさにそれです、うん、あらららら、スチームが足りない、足りないでしょ、逆に時間かかります。そうなんですよ。でもスチーム Q だったら当てたらほぼ1回で伸びます。ずぶ濡れですよね。いやいや違います。だからずぶ濡れにはなりません。いやね、ジャパネットでこのスチーム Q もうね 7,8 年前からご紹介を始めてるんですけど、うん、今何が起こってるかというと、ほら東京のテレビ番組なんかはスタイリストさんっているじゃないですか、うんうん、スタイリストさんがほぼジャパネットのスチーム Q 持ってます、うんうん、あれジャパネットのなんだ。そうなんです。すごい性能がいいもん。早いでしょ。1回か2回上、そうそう、下ってやったらもうシャッて伸びるじゃん。こんなって思うよ。すごいんですよ、うん、いやだってテレビ番組の収録って時間がないから、うん、もうすぐ伸ばさなきゃいけないんですよ、はい、運んでくる途中にねシワがついちゃったっていう時にシュッとすぐに伸びるわけです、うんうん、でしかもスチーム Q 何がいいかっていうと素材を選びません、はい、例えばデリケートなシルクとか、はい、カシミヤとか、うん、当て布するじゃないですか普通はね、はい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 、溶けちゃうといけないから、うんうん、でもこのスチーム Q はアタッチメント、あのダイジングアタッチメントっていうのがついてまして、うん、これをカチャッとつけたらほとんどの素材にいけちゃうんですよ。へー、革以外全部いけます。そうだからもうどんなデリケート素材でもそばから当ててください、うん、スチーム。もう全部伸びていきます。あれさ油断してるとさ、うん、テッカテカになっちゃうんだよね。そう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 、アイロンかけたとこがね、うん、そうなんですよ。ちゃんとしたつもりなのに、うん、そこだけがほら例えばズボンを、はいはい、スーツとズボン一緒に持っていくときに、あるあるある、ズボン折りたたんであるところだけがこうピョーンとシワになってたりするじゃん。そうそうそうとかねポッケのとこだけとかね、そうそうなるんですよ。やるとさそこだけテッカテカになっちゃったりするんだよね。あるんですよね、うんうん、スチームアイロンだったら押し当てるわけじゃないですからね、はい、スチームをそこに浸透させるだけなんで、うん、シワが自然にシューって伸びていくんですよ、はい、この気持ちよさね、うんうん、しかもですねこのスチーム Q 人気の理由もう一つ、はい、実は普通のアイロンにもなります。おこれ大事なポイント。おいや実はほらカッターシャツの襟のところとか、はい、やっぱりピシッとしたいじゃないですか。したい。そんな時にはねこのアイロン台の片隅で襟のとこだけシュッとこれ当てていただくと、うん、普通のアイロンとしても使えるんですよ。へえ。普通はスチームアイロンはスチームだけなんですよね、うんうん、でアイロンはアイロンだけ、はい、その両方のいいとこ取りをしてアイロンにもなるしスチームアイロンにもなると。でスチームの量が半端なくすごいから、うん、もうスタイリストさん御用達っていうことなんですよ、はい、ほんと使ってるみんな。ほんとそうですよ、うんうん、それぐらい大活躍のスチーム Q を、うん、でこれがまたね2万とか3万とかするんだったら、はい、そんなに人気も出ないんですけど、うん、なんとジャパネットからのお値段税込み価格で9980円なんです。これ買いだね。1万切っちゃうんですよ、これさ本当にさ、うん、
あの折りじわがある人見た時になんかちょっとだけそうそうそうこっちも悲しい気分になるしありますよね。なんか見ちゃいけない気がするじゃん。すごい気を使うじゃん。そうそうそうあるある。あれちょっとやるだけだもん。本当それだよね。本当にそうなんですよ、うん、でね私これすっごい役立ったのが、はい、あのこんあなんだっけ朝のジャケットとか持ってる時に、うん、ほらタクシーに乗ったら、はい、すぐシワがつくんですよ。お尻のとこだけ朝ね、うんうん、朝のあそうそうそう朝のね、うんうん、そうそうジャケットでお尻のとこだけこれシュッシュッシュッって当てたら、うん、ほんの30秒で伸びますからね。簡単に熱いってなるの。なりません。着たままするんですか自分で。いや着たままします。着たままでも大丈夫。ちょっと上に持ち上げて肛門のとこだあもうピシッほらお尻のところ着たままできます。いやだからね、うん、本当に一台あったら便利な商品なんですよ、はい、スチームアイロンね。スチーム9今だったら9980円。あとはお届けの送料だけでお手にしていただけますので、うん、あ色が赤と白と黒があります今、はいはいはい、私ね白がおすすめ。ちょっと上品な白なんですよ。俺本当何色でもいいっす。何色でもいいね人に見せるもんでもないから何色でもいいっす、まあ、そうね、まあ、家で使うもんですからね、うんぜひぜひお早めのフリーダイヤルで0120-441-555番441-555番でお待ちしております。ババちゃん引っ越しはどうなったの、うん、あもう無事に全部片付きましたよ、おかげさまで。都心の一等地一等地、うんうん、景色のいい、ま、一等地は間違いない、うんうん、まあでもマンションは古いですけどね。俺たちが買ったもので、うん、お金搾取してこーら搾取とか言わないのか。いやそんな言い方やめなさい。私たちの方が得るものは大きいですからね。本当に CM 並みに潤ってるんでしょ。いい、ね、何を言ってるんですか広いんですか。急急な中から一応まあ 2LDK ぐらいのね。東京で 2LDK、しかも多分ね、200平米ぐらい。一部屋が100平米ぐらい。100平米もないわ。まあ、70近所の高校の柔道部とか練習に行ったりするぐらい。武道場じゃないんです。よくないわ。で、柔道着をスチームでこうやって着て。急な生活してますよ、もうね。私はでもいい。小さくなって生活してますよ、そこでね。でも新しい環境楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。じゃあまた来週。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング。今日も馬場さんでした。ジャパネット高田午前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週はみんな大好き中華料理というテーマでお送りしています。はい、ラジオネーム青地兄さんです。中学生ぐらいの時、中華鍋に憧れて、うん、母に欲しいと言ったらお玉とセットにして買ってくれました、はいはい、油が飛び散ったりするのを気にせずにガチャガチャとしていたら父に、おいここは定食屋じゃないんだぞと怒られ、うん、それ以来少しずつ使わなくなりました。あ、せっかくやる気があったのにね。ね、そがれちゃいましたね、うん、でも中学生ぐらいの時に中華鍋をお母さんにお玉とセットで買ってもらって料理するって偉いですね、うん、はい、そうだね、ね、中華鍋で本格的な。でも多分俺らが子供の頃、はい、中学生とか高校生ぐらいの時は、板前さんとか目指す子たちはもう中学生とか高校生ぐらいからなんか意外とそういうのを専門の道を志して目指してたよね。意識が高かったなと思うよね。うーん、ちゃんとじゃあ努力を始めてたんですね、うん、あと小学校かな、中学校かアンチだアンチだってみんなが言ってたから本名がなんかもう忘れちゃった。アンチだっていうやつが競艇の選手になるって言って、はいはいはい、で中卒で高校行かなかったんだよね、あいつとかも当時はなんかわかんないけど人さらいに連れて行かれるみたいな感じがしたんだよ、うん、なんかギャンブルのところに行かされるんだとかって思ってたけど、今考えたらすげえちっちゃかったの、すっごいちっちゃかったの、で前習えって言われたらあの腰に手をやるような前に手を出すんじゃなくて一番前だから前の方ののやつだったのね、はい、どうしてんのかなとは思うけど、二人いたな、だから競艇に行くっていうのと競馬に行くって言ったやつがいて、本当名前見ないけどっていうか名字も忘れたけど、はい、アンチだアンチだってみんな言ってたけど、ああいうやつだってこんな感じだよね、うん、かっこいいって思ったんです ね、うん、ね、中学生とか親が好きでこういう仕事があるぞって分かっていざなってはくれてるんだと思うけど、ああいうのの判断とかが当時はちょっと
どっちだろうみたいな天秤にかけると危ねえ人生だなとかって思うけど、うまくいった時の成功度とか半端ないもんね。うーん、中学生の時から心を出してたって言ったらね、うんうんうん、でもこの時期に夢があるっていうのがすごいな、はい、なんか具体的にビジョンがあるっていう人に対してものすごいその尊敬の眼差しがある、はい、私も大学生の時もなかったですもん、うん、中学高校は何になろうかなと思ってもやもやする。俺もだって将来何なのか今いまだに決めてないもんね。あ、うんうん、まあまあまあそうですよね、うん、横山さん一番でも J リーガーいいんですか、うん、J リーガーになりたい。なんかこの間あのデジタル庁とか言ってましたけど、うん、将来はね、うん、一番最後だって今ほら あの閣僚になったりとかするのってもう70代とかならないとなれないじゃん。いやいや、そんなことない。クソじじいばっかりやってじゃん。そんなことないですよ。若い人とか全然入ってないじゃん。だから、俺まだ53だから、あれ、もうクソ小僧じゃん、俺。だって70、だからあと20年ぐらい待たなきゃいけないから、その間に J リーガーをやって、ユベントスとかでやりたい。ユベントス、うん、日本どころか。で、そっから政治家。はぁ、まあ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 、政界にシュートみたいな感じのポスターを作る。また外れなご先生まあそうですよね、横山さんと今の世界にレッドカードみたいなもう典型的なやつレフェリーなんですか選手じゃないんですか恋恋前田さんです、はい、みんな大好き中華料理。僕が通っていた地域の中学校は修学旅行が九州方面、初日は今は亡きスペースワールド、うん、そして2日目は長崎のハウステンボスでした、はい、各学年一クラスしかない小さな学校なので、うん、誰と誰が両思いなども知られていて、はい、修学旅行前に音楽の先生からハウステンボスのあの場所が穴場で二人きりになれるよとアドバイスがありました、うんうん、ハウステンボスに行く前にグラバー園を見学してからグラバー園あったな、中華街に行きました、うん、皿うどん春巻きなどなどこれでもかというぐらいの大皿での大盛り料理、はい、グループごとで大皿の中華料理を食べていると大好きなその彼女からねえねえ食べきれんけこれも食べてとお皿からお裾分けをもらいました、うんうん、お腹いっぱいだったんですけどなんとか完食。ハウステンボスでも見事二人きりになれ、中華料理もハウステンボスもいい思い出です。あ、よかったんだ、ハッピーエンドなんだ。ホッピーエンドみたいな。俺今の流れだとそれで食べ過ぎちゃってバスで戻しちゃってとかそっち側かと思ってた。はい、いい思い出だそうです。二人きりにもなれたってハウステンボスでも。さ、中華街です、中華街ですから、さ中ぐらいでいきますよ中華街ですね、ね、もうハウステンボスなんかもねもうエッチし放題ですよ、うん、と思って。全然そんな場所じゃないですよ。いやいや楽しむ場所、グラバー園とかグラバー亭とか もエッチし放題ですよ、ね、いや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 、うん、いやそんな場所影しかないですよ。一つもない光しかない、光光り輝く場所ですからみんなにとっていいな。中学生の時のね、うん、修学旅行とかはねもうほんといいな、うんうん、戻りたくはないよ、はい、戻りたくはないけどあのときめきとかもうあそこまで異性を意識した瞬間とかもうなかったりするからさ、はい、しかも泊まり旅行ですもんね。それがすごいね、大人になった気分になりますよね。いや本当黒船の外交だよね、もうね、股間がもうすごい開国してください、ペリーね、開国してくださいっつって。ペリーって九州に来たわけじゃないと思いますけど俺の股間の黒船がねっつってもすごいそうですか、開国してくださいってね、いいね、そうですよ、生徒ダイヤ最高、いや生徒ダイヤ最高じゃねえよ関係ねえわ、もらい事故だわあとね、はい、スッピーロっていう方から、はい、初めてメールしますって。はい、ありがとうございます。先日の連休中にドライブ途中でお昼を食べようと思い立ち寄ったお店でのこと、酢豚定食を頼んだのですが、はい、一口食べてむせました。友達にも一口食べさせたら同じくむせていました。酢豚定食の豚がものすごく酸っぱかったんです、うん、1300円のランチは私にはプチ贅沢ですが、はい、酸っぱすぎて口に合わずテンションが下がってしまいました。酢豚はありますね、うん、お酢が効きすぎてる時、俺はさ、はい、あの何にでも酢を入れる人がいるじゃん。あー、わかります。で焼肉の最後の締めの時に冷麺頼むじゃん、はい、冷麺にすごいお酢入れる人がいるじゃん。俺わかんないんだよ。いらないですよね。いらない、全然いらない。ついてくるけど入れなくて、いらない、いらない。はい、わかります、わかります。すごい入れる人いるよね。はい、なんであんまお酢が、まあ酢豚は美味しいし大好きですけど、うんうんうん、
お酢そんなに、うん、俺酢で大丈夫ったらもうほんとチュラハナギぐらい、うん、チュラハナギ美味しいです、チュラハナギ、うん、まあ、チュラハナギって年に1回必ずマンゴー送ってくれるから、ちょっとこういう時持ち上げとかだけそのためじゃないです、いつも平成お世話になってます、チュラハナギの社長って平成は標準語ですからね、横山さんこんにちは、いや聞いたことないです、標準語、元気な社長です、河村です、横山さんよろしくお願いしますみたいな感じで、河村さん元気な社長河村だって言うけど、普段あ河村ですよろしくお願いしますって、いやいや普段からああいう感じです、うん、ボロ儲けですみたいな社長そんなこと言いません続いて桃口山江さんです、はいはい、僕がよく行く中華料理屋さんはとにかく早いです、うん、まず店に入って席に着く前に入り口にいるおばちゃんに注文をします、僕が肉野菜炒め定食でと言うと、おばちゃんが厨房に向かって、うん、肉野菜と叫びます、はい、そして席について数秒でおばちゃんがご飯とスープと中華サラダを持ってきます。数秒ですね。数秒ですね。で、さらに、はい、メインの肉野菜炒めも早い時だと1分半くらいで出てくるんです、うん。中華料理は早いとは言いますが、あれは早すぎるなと思っています。数秒ですか。数十秒とかじゃないですか。数秒だそうです。持ってませんか。持ってないと思います。ご飯とスープと中華サラダ。ただ、中華料理屋さんが異常に作るのが早いのは、たまげるよね、はい、俺自分で麻婆豆腐作る時とかってやっぱり 4,50 分かかるよ、かかります、かかります、ね、炒めたりとか、うん、で、いや材料準備したからさって言われたにしても、うん、どんな考えてもあのスピードではできないっていうスピードで全部出てくるから、はい、すごいねとは思うよね、そうですよね、うん、いくら火力が強いとか中華鍋といってもとか、そう、なんか材料が切ってあったとかしても、うんうん、にしてもって思うよね、思います、うん、でもそれよりももっともっと早い、早いってことだよね、はい、だからご飯が数秒で出てくるってこと、うん、でもいやでもそれだったら冷たいご飯用意してたんじゃないってなっちゃいますね、うん、そうだよね、温かいご飯だったらこうよそったりとかする時間、そう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 、でなんかね、なんかあっちってなったりも湯気であっちってなったりするじゃん、でこれまさかスチーム、さっきのジャパネットスチーム入るんじゃねえのか、違うわいとかつって、何なんですかこのスポンサーさんを引き合いに出すトークそしてスポンサーを引き合いに出したけど持ち上げてはないです決して得をさせているわけではない福山のカープバーや、はい、みんな大好き中華料理、小学生の夏休みに両親が仕事でいない日は昼ご飯を姉、兄、私の3人で大橋巨泉さんの CM 南中華本中華で一世を風靡した本中華を作って食べていました、はい、あまりにも毎日食べ過ぎてさすがに飽きてしまい、たまには母が昼いる時に作ってくれる卵チャーハンもすごく嬉しかったのを昨日のことように覚えています、ってこと、うーん、あ、俺南中華本中華多分食べたことないな、私もないですね、うん、ただ昔チャーハンの素、今もあると思うけど、はい、チャーハンの素って言って白ご飯に、まあ具材は入れなきゃいけないんだけど、この粉をかけたら、はい、嘘みたいにうまくなりますよっていうオレンジ色の粉だったのを覚えてる、あ、オレンジ色、オレンジ色だった、まあ、でもチャーハンの素はね、それだけで美味しいですもんね、うん、むっちゃうまかったむっちゃうまかった本当にそれをかければ全て、あ、うん、今もだっていろいろありますもんね、うん、その洋風のものタンドリーチキンができたりとか、これさえかければ全部味が決まりますっていうの多いから、お肉さえ炒めれば、そう、昨日さ川村が言ってたさ、なんとかを頼みますって言ってたじゃん、はい、なんの、違う違う、なんかカシューナッツのなんとか、ああ、鶏肉のカシューナッツ炒め、うん、はい、あれリスナーがいっぱい写真送ってくれたんだよ、これですって言って、はい、俺全然、俺あれが出てきても何の食欲もわからない、いやそれは食べてないからです、食べてないから、ほんとほんと俺あれ好きな女とは付き合えねえと思っていや好きにさせます、いやウィンナーのように、もう麻婆豆腐とか酢豚とかっていう定番のものがいかに美味しいかを引き立たせるためだけにあるものだと思った、はいはい、脇役じゃないです、これはメインだから、あのいわゆる刺身の妻みたいなもので、あ、お前は大根だな、大根みたいな、そんなことないです、あんな気がした、いや確かに酢豚、うん、麻婆豆腐、チンジャオロース、はい、確かにこうメインどころはありますけど、はいはいはい、でも鶏肉のカシューナッツ炒めはそこに割って入ります、はあ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 、まあ、打順で言うと、だから勝るとも劣らないってことでしょ、だから勝らないってことでしょ、いや劣るとも勝らない、レトルトも劣らない、レトルトじゃない、打順で言うと、うん、5番ぐらいです、いや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 
言って7番ですよ。いや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 、7番は7番はごま団子7番はごま団子です。中華料理の1位は多分リスナーも間違いなく麻婆だと思うんだよ。麻婆豆腐だ。4番は麻婆豆腐だとしても、間違いなく、はい。で3番バッターは酢豚だと思う、はい、酢豚です。まあこれは間違いないよね。間違いないです。でチャーハンとかをだから数に入れるかだよね。うん、入れたいですよね。入れたいよね、はい。でもチャーハンもそのレタスチャーハンとかみたいなのあるから、ああいうのいらないよ。普通のただのチャーハンでいいよ。はいはいはい、はい、エビチャーハンとかさ、エビチャーハンいらない。もう普通のでいい。普通の普通のチャーハン、うん、まあ6番。うん、6番だね、はい。でチンジャオロースが2番ですね、私は。ああでもそうだね。あれさ、なんかさ、茹でてあるもの、鳥が茹でてあるものってことが茹で鳥きしょい。そんなことない。炒めたり、そんなことない。中華って炒めてもらいたいの。いや、まあ、わかります。だけど茹でてあるのがあるじゃん。わかりますよ、はい。すげえ、うわ鳥肌みたいな、なんかブツブツしてるやつとかが、皮もきしょいね。そう、でも食べたら美味しいですからね。つまみとしてて、スープとかもありますから。なんかごまのドレッシングとかかけたりとかするけど、きしょいな、バンバンジーとかね、鳥肌きしょいなと思うんだよね。いやいや、でもそれも食べてみたら美味しいけど、まあ、うん、打順には入ってこないです。そうだね、はい。ちょっとクリーンナップとか1番から9番まで中華ラインナップ出してみたいよね。本当そうです。最強のチーム。でも私の中ではもう5番は鶏肉のカシューナッツ炒めです、うん。あのカシューナッツ炒めはちょっとウエスタンリーグだな。いやちょっとウエスタンリーグ、本当ウエスタンリーグ頑張ったら上がってこいやみたいな。まあ、ジャイアンツとアベンジャーズってやつで。あとはね、はい、中央林間、はい。私は30年ぐらい前、就職先の新人研修でホテルの中にある中華レストランのホール係をやっていたことがあります。新人研修なのでテーブルに置いてある空いているお皿を下げることばかりをしていましたが、はい、慣れてきた頃には大皿に出来上がった料理をテーブルに運び、お客様の前で取り分けるっていうところまでやらせてもらっていました。その中で一番緊張するのがエビ料理。調理場のコックさんはテーブルにいるお客様の人数できちんと割れる分のエビを入れて作ってくれているのですが、なるほど、数が合わないこともたまにありました。そんな時エビチャーハンはエビをご飯で隠し、エビチリやエビマヨは少ないところのタレを多めにして、エビの数をわからないようにしていたことを今でも覚えています。調理場に戻ってエビ足りてなかったっすって言えず、ごまかして何とかしようとしてしまったことは若気の至りですね。いやー、でも仕事ができるようになったってことですよね。うんうんうん、へー。でも時たまさ、そこにはホールの苦労がやっぱあるんだ。あの炭塩とか焼肉屋さんで頼むじゃん、ええ、ね。で3人だとするじゃん、はい。た時に7枚とかだったりすると6でいいって思うよね。うん、あと1枚どうしようかしら。そう、他のお肉と合わせて割ろうかな。じゃあちょっと分厚めに6にしといてくれたらいいのに、うんうん、7にしたことによっていいよいいよとかみたいな、みんながいいよいいよって言ってるし焼けたりとかしてさ、でまた次に、はい、俺さっきタンを1枚多く食べたからみたいな、なんかもうそういうさ、いいんだよそういうことはさみたいな風になるよね。遠慮の塊がね、見てほしいよね。一回調理場から何人かを、まあ忙しいですからね、うん。でみんなもさ、あいつ さっきタン1枚多く食ったくせにカルビもまた食べようとしてるわとかって思うし、あとキムチね、あいつすげえキムチ食うわ、はい、高えのに意外とかって思う。あります、ね。ちょっともやしのナムル多めに食べちゃったから、うん、ほうれん草は控えめにしとこうみたいな。そうとか、待て待て、キムチの盛り合わせはその白菜を食った後大根も食ってキュウリもまんべんなく食えよ、お前は白菜ばっかり食うじゃないかって。こだわりが強い。お前はほん周りを見ろって思うよね。はい、あとトングをずっと自分のところに置いてるやつ、あーまあ、せえ、もうみんなが使う、俺はさっきから自分の箸で生肉を触ってそれで食べよるわって。トングの意味がないわ。あとトングがペタンってなって、開けトング、あの輪っかみたいなのがねついてるんですよね。ちゃんとグッてグッてしろお前はって思うよね。横山さんが焼肉と中華料理が大好きということはよくわかる。あとちょっとしただけで、はい、すいません網変えてください、もういい網はこのままでいい、焦げがついた方が俺は好きと思うけど、すごい網を変えるやつがいるじゃん。はい、います、います、ね、分かります。何やあいつ、ここはハケ口じゃないんですよ。
今週はみんな大好き中華料理でお届けしました、はい、さあそれでは来週のテーマを発表します。来週のテーマはズバリ毛にも奇妙な物語毛にも奇妙な物語、はい、髪の毛、ヒゲ、眉毛、まつ毛、ムダ毛の処理など毛にまつわる話をお待ちしています、はい、例えば妻はよく足を蚊に噛まれます、うん、ただ僕はあまり足は噛まれないんです、うん、妻曰く僕は足の毛が濃いから蚊が皮膚までたどり着けないだそうです、うん、最近ああそう言われてみればそうかもなと思っています。蚊もうまい足とまずい足っていうのがある気がするよね、うん、蚊の中でもね。だからうまい棒俺たちが食うみたいに、はあ、好み、うん、あ明太子味は美味しいよねって思うけど今回私が出た海苔塩味とかそんなでもなかったなとか思うじゃん、うん、と一緒で、うん、この足まずそうだねっていうのは蚊でも分かると思うよね。分かるか誰のでもいいわけじゃないよね。蚊にとってもね、うんうん、美味しい血とかそうでもない絶対あるよ。綺麗な白い足がいいに決まってるよ蚊も見た目も大事ですから、ね、はい、はい、でも毛にも奇妙な物語っていうテーマ毛ですよ。毛の話を来週1週間するんですか、ね、今日はまあ来週はね、はい、毛深子の話をみんなで毛深子ってこんなやつだよねみたいな話だけ、はい、いやいやいや毛深子さんからのお便りもねぜひぜひ紹介をさせていただきながらお送りしていきたいと思います。来週のテーマ毛にも奇妙な物語です。さあそれではここで一曲です。この時間は今日の番組の中でも話題になりました、はい、こちらの曲です。この後、はい、ドルチェ&ガッバーナのところ皆さんからいただいた香りのご紹介しますエイトさんで香水ねえ、ほら東京最下に東京最下じゃないでも聞いてたらちょっとあれ意外と近いかもって思われてよし行くぞでしょ。いやいやエイトさんのエイトさんの声ですけど可愛く君のドルチェ&ガッバーナ逆に吉井久蔵さんに歌ってほしいカバーしてほしいと思いました。絶対うまい。うまそうですね。絶対うまい。でもそのドールチアンとガッパーなんかやっぱ話題になってるんですよ、うんうん、ということでリスナーから、はい、ジャンボ高木ロボットから、はい、こう、ドルチアンとガッパーナのところがもし紅白歌合戦で言ったら多分歌えないだろうって、はい、どうやって埋めんだっていう話ですけど、ね、結構長いですからね。君のいつも使うブランドのみたいな確かにね。確かにそれはいいですね。うん。不幸中の場合、はい、君のお気に入りのブランド。あ、やっぱブランド入ってくるんだ。ケント・ボーヤ。ブランドね。君がつけたいい匂いのって言った。いいが多い。緑のトラックやろうじゃん、はい。君があの頃つけてた思い出の香水のせいだよ。ちょっとヨッシー・クゾーさん強めになってきた。ヘイカール。はい。君の体に吹いてた霧吹きの香水のせいだよ。よし、行くぞ、さんちゃん。大森ちゃん。どいつもこいつも買いたがる香水のせいだよ。まあまあまあ、確かに。どいつもこいつもっていうフレーズいいですね。翔子の弟。君のあそことあそこの店の香水のせいだよ。どれちゃんとやっぱり一緒だわ。なるほどね。味噌太郎。君のどっから始まってなで終わる香水のせいだよ。って何？どうから始まってなで終わる？ドルチェ&ガッバーナ、ね。蛇使い座。あれねって思います、ね。君の道下座&小っ端の香水の。どういうこと？半沢じゃねえかよ。土下座&小っ端ってなんだ。あとね、確かに入りではある。このぐらいか。あのぐらいだね。うん、うわ、すごい、はい、面白い。皆さん、面白かったです。ね。はい。どれをだから A とか採用するかだよね。そうですよね。うんうんうん、採用してくれるのかな。でもこう聞くと本当年末も楽しみになりますね。そうだね。あと本当年末の準備とかをしずしずとやっていかなきゃいけないんだなと思ったりしますけども、はい、今日は私から中華料理だったんですけども、小学校の頃行ってたシカイローっていう宮崎の中華料理屋さんですけども、うんうん、ちょっとした思い出があります。これはどんなことでしょうか、はい、でしたけども、ラーメンのスープが驚くほど熱いなかなか食べられないというのが今日の答えでした。それでは富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋
ろ。今日はラジオネームアビマルさん、うん、わらがんまんさん、ごぼうバズーカさん、3人の方にお送りします。はい、それぞれおめでとうございます。ラジオネームアセロラさんです。はい、小学校の修学旅行、うちは宮島に日帰りになりました。はい、私が介護の仕事のため家族でも県外に出ないようにと言われているので、子供は修学旅行に行くのを諦めていましたが、日帰りでも行けるようになり子供は喜んでいます。うん、そうだね、近場に、ね、なったんですね。はい、でも本当なんかこう対策をしっかりとやって動けること、残せる思い出とかみたいなことが少しずつ叶っていけばいいなと思うので、はい、いつも言いますが、また来週も皆さんと元気でお会いしたいので、ぜひ健康で。では午前様様、また来週、さらばじゃーん。